はい、何度とねいきなりその液晶の向こう側の人を気にしてしまうこの感じで <laughs> 始めておりますけれども<笑><笑>えっとですねどっから行けばいいかなえー、っととりあえず登壇者として、えー、栗原雄一郎はい栗原です<ー>よろしくお願いしますで大谷芳生でございますありがとうございます 継承、経歴その他は略ということで、略で調べてください、ググってください。心に太陽、お疲れ様でございました。ありがとうございます。またですね、進行は滞っていまして。進行、でもまあ、別にでも書籍化も前提としての仕事だったわけで。で、無事あれ、毎月やったんですか?。毎月。ベルさんでね。えっと。石原慎太郎。慎太郎を。ちゃんと読むと。 どうなるのかっていうのをやって僕ほとんど見れまあ郵送ちょい見てあげましたけどね結果としてどうだったんですか作家としての評価はなかったねあがったんですかね嫌だったんだ弟とかどうなの弟もよかったねんちゃん結構いいよねいや豊崎さんはすごい最初は俺が頼みに行ったから嫌とは言えず豊崎先生ね社長でも本当は内みすごい嫌だったらしいな読んだら結構いいんじゃねみたいな する気満々で始まったんだけど最初から褒めまくっててさ読んだら面白いっつって最初は意外とまあはいはいというのがまあ要にベルグエットさん文芸部というのがありましてベルさんはライブハウスということなんでしょうかえっとあなたたちの立ち位置がもはやすでに全くわからないここは一体何なんですか謎の空間になってるかなのか 鎌倉みたいな感じ<笑><笑>いやあのほらなんかリバークみたいなさま,まあまあでもね気だまりに集まるみたいなちょっと段を取り合う場所みたいな <laughs> 今日の話に引き寄せるとさうん、うん、最初のにさ太田黒もお父さんの話をするじゃないおそらくまあねちょいとね、うん、で彼の始めた雑誌がさうん、うん、音楽と文学だった音楽と文学とでかい,名前い,そういう意味では。うん 出だしでくっついたのが途中から分かれてってまたこくっつき始めてるっていうじゃあ今音楽と文学とそうそうだからここがちょうどだからそのベルベットさん音楽と文学サロンですよそこに大高の工芸もあるしさユリーカ詩と批評みたいなそう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 そ だってあの読書会もあれば要するに和歌も短歌もあるしっていうような和歌も短歌って一緒ですけど <laughs> あの俳句と短歌もあるし、えっとまあ、音楽と文学の場所で、まあ、基本、私どっちも出てるという珍しいタイプの人間なんですけれども、今回はね文学側というか、えー、栗原さんとも、ね、なかなか長い付き合いではあるんですけども、何かやりたいなということも。 ちょいと話もありましてそもそもの発端の話をするしまそうかそこからいきますかねそもそもは飲み屋のダべリなわけですよね基本は全部飲み屋のダべリなんですよ飲み屋っていうか大体ここで終わった後に喋ってたらとかあのあれはだって普通に結婚式の二次会ですからね矢野君の結婚ジャニケンの二次会で喋ってる一人の矢野君の結婚式で矢野君はいなかったんだけどまあ何かっていうと えっと、仕事柄い,いろいろ一応本を読むんですけど音楽ジャンルの、えー、書き下ろ特に書き下ろしですよね単行本の特に、えっと、もう少し限定して言うと日本の戦前戦中戦後に関しての。 音楽の単行本のリリースの例えばこういうのとかこれはでもちょっと前だよなそれが3年ぐらい前ねすごい了承かつこれも大技ですよね、とねここ5年というと大きくなるかな3年にしましょうかここ3、4年ぐらいに出た本がすごく面白い。 いう上にこっちの目から鱗だったりとか音楽、日本、音これまでの伝説の書き直しを迫るような、うんうん、そうねだからじゃ音楽ジャ,ーナリスティジャーナリズムみたいなもの、うん、こういうミュージックマガジンとかね、うん、まいろいろ雑誌ありますけどそすそこにもレコゲーとかいっぱいありますけどそういうものにもう、うん、批評っていうのはのらあっているんです、ね、よ<う> <laughs> 評論を書こうと思うと単行本の書き下ろしみたいなものが多くなって何かについてテーマ、うん、ワンテーマでがっちり書いて発見があってっていうような、うん、あと、あといわゆるまあ講義に音楽ライターという人たちのは、うん、本が出ないんだよね、うん、基本的にはね、うん、例外としては、まあそこにあって磯,磯辺さでしょうかねそういう感じでジャーナリズムとそのまあ本メディアみたいなものが分離しちゃっててあまりその ジャーナリスティックな評価が本の方についててない感じだからいい本がいっぱい出てるのに全く評価されてないんじゃないかっていうような話を、そこの二冊はサントリーの賞取ったんだけど他にいっぱいだね他に賞があんまないじゃないんですよね吉田秀一賞ぐらいしかそうですねでなんとなくその喋っていて。 じゃあ勝手に賞を作っちゃえばいいじゃんって話って、まあ、もらうの待ってるより誰かにあげようよっていうことになったら、えっと、今年1年間見て <laughs> っていうかまあ、あのー、結局、我々でいろんな人にこれは良かったよっていうのをえっと賞を、うん、あげようっていう企画しようと、まあ、せっかくだからまあ勝手にねミュージックマガジンが作るより中村東洋賞って作って。<laughs> <laughs> あの俺があげるっていう <laughs> <laughs> で去年、まあ、お,お亡くなりになりましたけど岩波洋三さんもいましてねスイングジャーナル系の人ですけど岩波洋三書も作って俺があげる <laughs> <laughs> 去年一番面白かったライナーノーツにあげるっていう <laughs> <laughs> っていうのを作ってやるってまあついでだから相田明賞も作って。<laughs> <laughs> 栗原さんがあげると。やだなそれっていうそうだよねっていうだからまあちょっと評価する場所媒体がないので下手すると書評もならないから書評もない上にさだってすごくせっかく書いたのに誰も何も言わない状態のままおそらくもっと言うとュー褒めで終わっちゃったりとかさそのぐらいはまだいいけど手応えを感じてないと思ったら寂しいんじゃないかなっていうような。 それはでも音楽だから俺がじゃあお前に中村投手をあげるって言われても、ものすごいあっちこしちは困ると思うんですけれども、<laughs> ね、勝手にあげる、勝手にね <laughs> あのそういう企画をやろうって言って、気がついたら今、ここにいる感じになってるんですが、それがなんか、いつの間にか話が膨らんでというか、これがあって、まあちうっと、ねまああのそれじゃまずいだろってことになって、うん、少しあの、えー、と軌道修正して、えー、1年間やりますかっていうことで、今、ここで、じゃどういうのやろうか ねえー、とまたここでちょっとねせっかくやるんだからこれも本にしましょうよということになって、えー、何をじゃあやろうかということのね今日はね第0回ということでね、えー、すいません、これはねプレゼンです <laughs> 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 出版社に対する <laughs> スポンサー募集っていうこれから、俺らが、えー、ともし皆さんが協力してくれるならば毎月やる。 えとちょっと協力していいっていうんだったら、隔月ぐらいでやって、<laughs> <laughs> お金が全然出ないってことならば、期間でやって、ね、反動がなかったら、もうやめるっていうことなんですけど、<laughs> スポンサーがつくまではずっとプレー会が続くっていうね、半年に1回ぐらいにしましょう、う <laughs> ここでね、あのなんで今、ちょっと、ね、だからこうね、テレビの向こう側の人たちに向かってこう喋ってるという。<laughs> <laughs> これを本にしてやっていいよっていう既得な出版社に対してねあるいは雑誌の皆様初版は3000部でいいです1800円でいいですもっとしろよいやいやいや3000部からでいいですアルテスの方とかどうですかね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  見切り発車でやるわけですけれども課題として日本の音楽批評ってこの日本がカタカないなっていうのは何か意味あるんでしょうか佐々木敦さんの新書に対するオマージュですかリスペクトですね嘘です佐々木敦さんに日本の思想っていうのがあって実は豊崎さんにも日本の書評っていう本があるんだよ いや日本にすると売れるんじゃないかっていう、うん、あのいや日本って書いた方本が売れるらしいんで、これを日本にするとね、なんかちょっと嫌な感じじゃないそん <laughs> <laughs> なことない、<laughs> いや、あの流れに乗ろうかなと思いまして、あのタイはないですよ、本当に。で,、まあでかい スケールでかいででねスケールかくするってカタカナにするといいんだよ、ちょ日本とかさ。で、まあ実はでかいよね、スケールね、考えてるスケールでかいからちょっと恥ずかしくてカタカナにしてみました。そうねすっぽんみたいだよねっていう、すっぽんの音楽をようと。そろそろ中身の話に移りますかで去年の7月だっけ、あれ8月だっけ、大谷翔平セブンデイズは。 あれの初日だっけ、初日の復興の一発目でしたね一発目に大谷さんが日,、うん、日本の批評師みたいなやったんだよね、まあ、まさに同じタイトルだったかもしれない、うん、で、それをまあ基本的には叩き台にしようかなという話になっていてそうですね、うん、叩き台というか、うんうんうん、と一応の基本セッティングとして問題意識はあまり変わってないので見たのね、はい、2>, あの2時間半ぐらいだったけど。 で多分大谷さんの、えー、っとモチベーションというか動機っいうか目のつけどころっていうか切り口としてはその批評を音楽を語らせてしまうのは何かみたいな話でしょ。そう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 。うん。まあここね。基本的にリビドーな話。リビドーな話ですね。うん、なんで人は音楽を聴いて文章を書きたくなるのかっていう,いうそのジャンルに限らずあのー、の原因をね。 ちょっと探りたいなという気持ちが強くて、特に音楽に限ったって。理由はそれは何でかというと、21世紀に入って音楽について書きたいっていうリビドーがすごい下がってる気がするんですよね。音楽について書いたものを読みたい。という気持ちも。なんか音楽についてすごく熱く語りたい。という気持ちもえっと。ここ5年ぐらいすごく下がったなと、それ蓄積されてないな。っていう気持ちが。 ってのじゃあ20世紀なんであんなにみんなアライビス名盤紀州道のこうのとか、うん、ものすごい勢いで私の好きな曲とかこんなまとめちゃうような吉田秀一さんとかね <laughs> だって私の好きな曲ってこんなやつでこんな本書いちゃうわけですよ <laughs> 私だからね主人公私ですからね私の好きな曲で, <laughs> な曲で,でそれでこのぐらいの本を、ね、平気でペロペロ,ペロ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 書いちゃうわけですよね <laughs> このの勢いいっていうのは ね、何かっていうその俺は比喩、うんまあ、全般結構見てるんだけど、はい、全体的にやっぱりそれは下がってると思うんだよね。うーん特に文芸評論うん、うんまあと、うん、で話するけど音楽評論も、まあ、小林秀夫の後に吉田秀隆が出てきて結構文芸批評から分化してるとこもあったじゃないですか。 うん、だからその流れが一つはっきりとしたはっきりとした軸があってそういう話もね、こ辺でやりたいんだけどね。で、それで文芸批評の凋落ぶりっていのは結構ひどい感じがここ数年はねで、そういう例えば文学とか音楽とか美術とか批評を横一に並べてみて映画とかね並べてみたときになんか音楽だけなんか、こうちょっと息を吹き返してる印象があるわけですね。 えとちょっと語弊があるんだけれども要するにそのそうだ一つ話が抜けてるからちょっと説明が悪かったんだが要するに音楽ジャーナリズムであるとか音楽雑誌が売れないおよび、えー、停滞しているっていう話がここ5年。 のすすごい普通の話なんですよねそれは CD が売れないっていうのとほぼ並行してるわけですけれどもでそういうのがあってところが今言ったけれど単行本的に音楽批評っていうのはすごく充実策が出てるわけすごくたくさんねだから音楽について書きたいっていう気持ち自体はえっと特に落ちてはいないと思うんですよ特に文学に関し,文に関して文学よりは。 うん、ところがやっぱり、えー、いろんな雑誌および、えー、とージャーナリスティックなところで書いてたものが読まれなくなっていくっていうような形でこれもね踏み込んでいくと20世紀およびその時にその引っ張ってたってやっぱり雑誌だったんですよね、うん、音楽批評っていうものを牽引していったものとしては。それが その文化が、えー、お,よおそらく21世紀に入ってもうそういう形で何かが魅力的じゃなくなっているとなった場合に、えー、じゃあ今どういう状況なのかっていうことを考えましてなんだけど音楽について書きたい人はたぶんたくさんまだいるとでそういうのを一回こうねあの100年ぐらい前に戻って、えー、100年前はじゃあどうだったのかっていうところから見直してみるとすっきりわかるんじゃないかっていうような。 えあと、去年のプレ講義ていうかな、元にあった講義を見て思ったのは、メディアとの関係だよね、そうですねレコードになり、それが欲望のやり方を変えたみたいな話が結構あって、それはあ他のジャンルでもあるっちゃあるんだけど、音楽ほど顕著ではないかなという気もするねだから、音楽、その話だと本とん中身に入っちゃうわけだけど。 すごい普通に100年の見取り図で言うと音楽って大体、えー、いい20年ぐらいでメディアが変わっていくるんですよね。えー、SP、l、えー、シングルからその他もろもろという形でそのたびごとにある種の,その更新が起きててでそれに対応するような形で新しい言説とのが生まれてきている、うん、でそれがに結構音楽のそういうい批評を生き延びさせてきてはいたなわけ。 そそれがでものデータになったときに、そこで一回とりあえず止まってるのかなとかいう話も含めて、ちょっとその。一回、最初から流して説明しようか。そうだねここまでいくといきなり先に行っちゃうからね。だいうかうプレゼンだからわかりやすくやらなきゃだめなんだよな。3分間、私に時間をくださいみたいなでしょそうだよ、こんなねだらだらしちゃだめなんだ、いつもの通りにえっとはい企業の皆さん 何をやるかパ,パワーポーじゃなくてさ、パワーポーがないか、ら象っていうのがさ、<laughs> <laughs> バカ者、万象ばかりしたいか、万象の方が強いよ。い今プロポ、プロポーズのパワーポーズじゃ、ね、いやいや、全然パワーポーズは <laughs> ね、全くね、万象の方が強いですよ、マジで。<laughs> 俺じ、自信あるもんあの、パワーポーに勝てる、万象の方が。<laughs> ここでこピューピューピュ,ーピューって絵とか描けんだよ、パワーポーはこ,うこうクリックするだけだけどさ。 そもそもねこのマッピングって言ったときにその非評価のマッピングなのかピングってこうやっとこ弾けるんだこうやって非評価のマッピングなのかそれとも音楽の歴史のこれブランチのマッピングなのかここに書いたじゃないですか音楽非評をマッピングするわけじゃん非評をマッピングするのねそねこうやってこうちょっとこう掛けるじゃないこうやってその非評価じゃないよ音楽非評をマッピングするその場合にさ例えばもクラシック非評論が入る橋間わけじゃないですかでジャズ評論が入ってポピュラー評論が出てきてっていう感じで枝分かれしてくじゃん それをね、うん、要するにそういう分け方をしないでマッピングをする方法を見つけるって話です、うんうん、だからそういうさこのある種の枝が幹があって枝があってみたいな感じの、まあ、流れが多分あると思うのよ、うん、そういうのではなくってもっとフラットに見るってこと,、うんえー、っと要するに歴史は確認できるじゃないですか誰がいつ何を発表したとかさ何<ー>か創刊されたとかね、うん、それは当然のごとく流れは作りますよでしかしそれとねこれとこれは一緒だっていうことを 言えるるよううにするっていう話でそのための視点としてマップが必要なんだけどその時にこういうマップを作るっていうことがまず目的なんだと、うん、これまでにに100年間あって、まあえー、と多分おそらく雑誌批評誌何かしら文芸誌か流れがあるとでそ,でそれとそのこっち側に音楽の流れがあると。 ででこっち側から見た、こっち側というか、その受業者側から見たこの、どなんでそういうのを書きたいのかっていうモチベーションがあるとね。で、これまでは基本的にはそのクラシックであるとか、ロックであるとか、ある種のそのいわゆるジャンルって言われているものの授業詞になってきてるんだけど。例えばね、うん、俺はは言いたいたのは、うんあのあ、ー ミュージックマガジンにしてもさ、中丸東洋が始めたわけだけどさ、うん、中丸東洋はさ、あの吉本龍名のさ、うん、まあ影響を受けて始めてるわけじゃない。うんうん、そういう意味でのな流れっていうかねあの、影響関係みたいなものも、マッピングに出るのか、それともいや、出ますよ。出ますっていうか、ま、マップっていうのはわかりにくいんだ,よだからさ。そ,そうかな。うん、こういうやつだよ、基本的に。うん、でも,もうさ、時系列とかあるからさ。うん、時系列じゃなくて、うん、えっと、 例えばね、今話したやー太田黒の文学と音楽、どっちだっけ、音楽と文学と、ミュージックマネージャーは同じだっていう位置づけをするわけ、マップで。証言的に考えるってことだあね、モチベーションで考えるってこと。だからそれで言うと、例えばそのこの間のやつで言ってたさ、あのコレクター魂の発露としての、こういうのがあって、ライブ魂とかね、レコード 再,再現芸術的なとこでレコードとまあ音,響音響と生演奏が対立するとかそういう感じ えっとね、そうじゃなくて録音媒体と、生対録音媒体ってあるじゃないうん、それはでも音楽の話じゃんそうじゃなくてひよかのモチベーションとしてよひよかのモチベーションとしてはそれをどうやって言葉に落とし込んで日本の中でリリースしたいかっていうモチベーションがどう一緒かっていう話ので、マッピングするっていうことあライびスがさアライびスがウォッキングオンと一緒だっていう話とかそういうことえっとね、そこら辺がだからどのようにもしかして一緒でどういうふうに違うのかっていうのを考えるっていう話 もう完全に印象したのですじゃないですかアライベースが一番近いのはとりあえず、えずさうん、このさ4限まあ4つあるか知らないけどさ、まあ、本当は立体にしてるんだよね、あの <laughs> こう、本当は、ね、CG でこう、ね、飛び出してくるようなやつにしたいんだよね、で全員でこれで見るっていう。<laughs> <laughs> あのもう、XYZ 作りたいんですよ、これ,ね、4これね、分かりにくいから、はい、もうちょっとさ、はい、頭のいにあるわけでしょ、この証言、何入るもうちょっと具体的にさ、いや、でもそれからは、ね、それはね、ボリューム1からの仕事で、あそ,うなのそれやったら、だってもうあれじゃん、仕事始まってるわけで、<ー>今はそれをやりますって言ってる回なんで、<laughs> 見たい人はこれから金払えっていう、<laughs> しかもこれはね、証言が、ね、立体になる。<laughs> 3D で飛び出してくる、<laughs> これから先のマッピングは、こう、本当に、こ,こ,こ,こういうのがあるよ、これ、<laughs> 書けないけど、平面だから、<laughs> よろしく、文芸春秋さんとか。<laughs> あの このマッピング、ねこうね、すごい。そうするとこうすごい奥行きとかあってさここに小林秀とか飛んでるわけですよ。<laughs> ぐるっと回すとこう違う角だから <laughs> この証言の中に例えばさ、うん、小林秀はこ入りはこの辺にいたりとかしてすごい外側にいたりとかてるのにカズがいてで全然違うところにいるとかる、ね、そういうのをやるためのたた、うん、き台を作れれば、うん、あの全然面白くなるよ、うん いう話でこれまでの踏襲するわけじゃなくてマッピングから考えよこれさ音楽批評というよりもこの欲望のマッピングだからね欲望のマッピングが基本じゃないこれまであったものがはだって縦ラインで考えられるじゃん何があった何があった何があった何があってもそれはじゃあ何の欲望にに従って作られたのかっていうことまで踏み込まないと我々の役には立たないじゃないですか。 だったら今これやるときにはこうすんじゃねみたいな話にならないわけで、要するに縦枠はね、もちろんやりますよ、全部やって。で、例えば吉本龍明に影響された中村東洋がっていう話だって全部書きますけれども、そうじゃなくて、じゃあそのときにやりたかったのは何の何番なんだっていうのと、それはどの方向に行く可能性があったのかっていうのをい。いさその欲望の,、うん、欲望のあり方の原型みたいなものは、この4つ、まあ、仮にね4つっていうことなわけでしょ、うんうん、そこにマッピングしていくと、ね、いうことだね、うん、とりあえず。 で,で,でもね、要、ね、するに、まずいったのは20世紀だということで、うん、えと20世紀はこれでいいんじゃないかっていうのを提示できれば、うん、21, 世紀21世紀はどうなるのかって話ができると思うっていうことなので、それの時に何が違って何が同じなのかっていうことを20世紀の一番最初の出てね、最初の,その音楽と文化とい十六十1か1六か。うん にね、大正5、6年に文学と音楽っていう本がどっちだっけこれさ、音楽と文学だ。どっちだっけ音楽と文学か。現物見た見た見た。どこで見たの国会図書館。あったあったよ。マジで俺、調べたけど出てこなかったよ。大田黒のさ、バッハよりシェーンベリーは。あっち世田谷文学館かなあっちあったのでも俺、手には取ってない。あっただけ。 バッハよりシェーンベレヒはさ、私見れるようになってんじゃん。うん、ダウンロードしたんだけどさ、あれよくできてんだよね。うん、あれ、あの大田黒さん、23歳とかの作品なんだよね。うん、すごい。せあの、オギに移っ、てきたのが40歳。あ、そうなんだ、<laughs> あそこ <laughs> あそこを、<laughs> あ今、何の話かというとですね、大田黒さん <laughs> <の>という人がいまして、大田黒もお父さんという人がいまして、しいしてここ書いておこうか。 もう次は3しになっちゃうね。裏返せばいい。裏返そうか。裏返すか。でんて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 んんで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 んてんてんで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 。んて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 んんてんてんてんん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  フトタグロでいいんだっけ？大,大か。おと近所の人。<laughs> このすぐ裏側に大田黒公園っていうのがあるんで、我々の第一回のうちがそこら公園桜を見に行ったんだけど、桜はなかった <laughs> あ。あ、りません <laughs>。全くなかったんで、うん、その代わりカモがいたんですよね。カモがいた。カモ。でそこでやったんだけど。 あそこのその公園はもともと大田原さんの家なんだよ。家、自宅ですごい広いんだけど、あれ三3分の1なんだよね。本当死ねって感じだよね。つうか、ここら辺田舎だったわけだから、それは可能だったんじゃないからで。 しかもそれ別に自分で稼い,で稼いだわけじゃなくってお父さんが買ってくれたんだよそそ、ねうんうん、そうそうそう,そう家と土地を本当にねすごいよもう,、まあ、もう話として何かというとね、まあ、貴族の遊びだったっいうことですよ基本的に最初の音楽批評とかね音楽と文学の同人全員ボンボンなんだよ、ね、ボンだからね本当にね、うんうん、でこの人がです、ね、最初にその、えー、っとバッハからよりか失礼しましたより。 バカよりっていうとシェンベルクの方が偉そうに見るんですよね。<laughs> <laughs> シェンベルヒっていうシェンベルクのことをね、ちょっと読み方でシェンベルって、これが19615か、大正時代で。で、こういう本をまあ基本的には要するに西洋作曲家の伝記のまとめた 本を作曲家紹介だよね。そうです、ねあのまあ、素描ですすねねあのけど、ねうん、今、ここにちょっと入ってるんで、見えいですけでもこれね、国会図書館のページに行って探せばすぐ出てくるんで、うん、で興味がある方は見てくれればいいんですけど、多分あのシェーンベルクまでつなげたのは、多分ここが一番最初、でこの時まだ1915年だから、シェーンベルクなんてまだ上野出してすぐぐらいな感じ、40歳とかですね、シェーンベルク。でこの時に そういう本を初めて日本語訳で出してでこれプラス山田耕作が帰ってくるんだよねこのあとぐらいに確かでそれでやっぱりその洋楽じゃないですけどクラシック需要のブーム,ブームというか流れがはっきり出てでえ何かしら我々もやろうではないかということになってこの人まあ有名な人で堀,っえっと堀内恵三 戦前中にねいろいろジャズ禁止令とかを出したセガ先生がすごい怒ってんだよね堀内惠蔵にねうんホント怒ってるじゃないですホント怒ってるっていうかねなんて言えばいいんだろうそんなに怒ってないと思う怒ってないよ ピンポイントであそこついてきたあいつあっぱれだぐらいの勢いでだってもともとジャズソングの歌詞を書いてるから、うん、それはそれでいいんだけどっていうあのいたしかよしじゃないけどさ戦時中の話を瀬川さんに振ると微妙な答えになにってくるんだよね、うん、<laughs> あの私はあの頃中学生でしたからぐらいな感じのあのでジャズ禁止令のさあの旗振ってんのが堀形状じゃない。うんそれで 結構ジャメンたちもさこう隙を突いてなんとかジャズをやっていこうとするんだけどさ、うん、最終的にさ、なんかこう編成を禁止するんだよね、堀ちえぞってね。ねそうなんこれを抜いたらもうジャズにならないっていういい、ね、あ,あれ、編成面で規制をかけて具体的に何かというとえっとねサックスをバンドで2本使うのを禁止するの <laughs> すごいんですよ、<laughs> よく分かってらっしゃるって感じで。<laughs> 日本以上サックスをバンドで使ってはいけませんっていうでなんでっていうと贅沢だからみたいな感じの言い方で, <laughs> でもそれを抜くとねスイングジャズになんないわけ本当にでそれをでもね瀬川さんがいやーやっぱあの人はよく分かってましたっていう風に言い方で <laughs> 言うんだけどそうですねでいきなりそれが出てから行ったら本当にペラペラな音楽になってて、あのー、がっかり来ちゃいましたって瀬川さんが言ってらっしゃったんですけど その同じバンドでサックスを2本使っちゃいけませんっていう禁止令を具体的に出すっていうねまあそういうことをやった人たちはこの人たちの同級生なんだけどえっと同期生というか同窓生というかねでその中でそうとそうそうだからそう考えるうそ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 かそう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 けうそ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 う 音楽っていうような形で,で最初に日本で入ってきてしかもこのえっと文学と音楽音楽と文学,どっちだ文学と音楽かその雑誌はさ <うん S 2> 俺現物見なかったんだけど見てないんだけどさ <うん S 2> 文学のの話ってて何をしてんのえっとねここにね何だっけえっと文学の話もしてるんだけどね あんまり文学の話はしてない、うん、そこでモチベーションとしてはさあの音楽の話ばっかりしたいはずなのにさ文学とってくっつくのが面白いと思ってさ音楽と文学 <laughs> と店長 w i フ f i 来てないんだけど、はい、あ,あ落ちたああこういうまあこれはあのー、堀内慶三の回顧団なんですけどね大田倉元 音楽と文学なんで俺何とかと何とかって言われたときにいつも分かんなくなっちゃうのなんでなんだろうな何なかあの欠陥なのかまあこういうのがねこれが同人誌なんですよね文学とね音楽がねほぼ一緒に入ってきてたってことなんですよこの時期っていうのは大正十五年でしょ 1926、じゃねやえや、ー、もうちょ12年があれだから。時代的には芥川とかあれなのかな、うん、そうですね、芥川の時期ですね。<laughs> この後に小林秀夫になるわけですけどね、話としては。<laughs> っていうのが最初の同人誌で,で、最初の同人誌はその貴族の息子たちが始めたとで。それは基本的にクラシックの輸入であったというようなところの中で、えー、いろんな言説が、えー、とこの中で、 ま基本的にこれはだからゆあの近代音楽の近代西洋音楽の輸入に対するえ啓蒙活動の一つで実際にえ譜面を取り寄せコンサートもやりえこういったものがえ近代的な音楽であるということでいうとやっぱり翻訳と一緒なんだよね文学もそうで。 まあ輸入だよねね輸輸入入です、ねうん、輸入啓蒙文化の一つとしての音楽批評というラインがまず最初にまず出てくるということがここに、うん、これがその大正時代広い意味でモダニズムですね明治政府の先,先です、ね<ゅ>ね、どう需要していくか,っていかという形での西洋の文物をどう需要するのかというものとしての、うんえー、音楽批評というものが まず最初に日本でははっきり現れるという,、うん、いうことですね。で、この同時期ですけど、もうちょっと後にですな、その要するにえっ、ー、ともうえっ、ー、とこの時期って何かというとえっ、ー、と浅草オペラが来る時期なんですよ。<ー>で、この時期に浅草の方になってくると、この時期の方ではえっ、ー、と同時期にえっ、ー、とカチューシャかな。カチューシャの歌っていうのかもうちょい後なのかな。えっとカチューシャは1917年ぐらい。うん ね、えっとね、松井スマコが自殺の千1919年だから、うん、なんでこういうのを覚えてられるかわかんないんだけど、まあ、ほぼ同時期なんですけど、えー、っとスマコかあのか、えー、っとカチューシャの歌がこの辺りの時期で,で要するにこの辺りにある程度の形で、えー、っと西洋音楽が入ってきていてでそれに対するアプローチではあったわけ。いわゆるそのあ命短しい こういい西洋を求めみたいな曲ってはこの時期に入ってきてて、て一番最初の,その西洋音楽の続展してポピュラー音楽になってるっていう時期もこの時期で,でそれに対してきちんとした音楽を教えなきゃならないのではないかというえーヨーロッパのバッハからシェーン・ベルヒですから完全にそのもうモダニズムの考え方でこういうのをちゃんとオータングローンがやった時にみんなが飛びついたわけですよね。こ,こから先もあるよと でそれを日本でもやりましょうでこの時期に1910、えー、年,年代に山田耕作が1回ベルリンその他もおろもろ行って帰ってきてこのぐらいにちょっと帰ってくるもうちょっと後かなでそれで日本で独自に交響、えー、楽団を組織していくっていう時期のとにかくそういう形での西洋音楽っていうのが、えー、と割と身近にごちゃごちゃあった時期だった。 ののこ時期ですね俺の疑問としてはね、太田黒ってでも今はプレゼンスがないじゃない、そんなに。ないね。なんで、そこのまあいわば批評のお父さんみたいなもんじゃない、近代批評のね、なんでここまでこう存在感が今ないのかなって。いうそんなこと言ったら堀内慶三ってないし。堀内のまだあるような気がするんだよね。いや、それは特殊な例、特殊な例というか、我々にはには知ってるだけでしょう。 そうね、そういう話もしたいなという、じゃあ、次回からこの話をじゃあ、そう思うとね、きょう、今回調べるまで出てこない人じゃない、これって。この百100冊以上本出してるんですけど、1冊も今ね、出てないの、残ってないの、再発されてなくて。っていう話で言うと、本当にこのあたりの本って、どっからも出てなくて、本当、小林秀夫以降なんですよ、もしなんかあるとしても。 だから、ね、大変なの調べるのは、うん、あとね小林秀夫問題っていうのは各ジャンルにあって文芸だけじゃなくって、うん、結局小林秀夫以降というけれども、うん、小林秀夫以降で実はいないんだよねそうなんだよね <laughs> 確かにそうだね <laughs> 小林秀夫で終わっちゃってるんだよね実はああいう形では終わってますよねところがねあのエピゴーネはいっぱいあるんだよね <laughs> うん、結局だからワンドオンリーで、そうね。あんまりこれ流し回しで見ても、フォロワーはいるんだけども、うん、乗り越えた人はいないっていうね。いいだから結局未だに売れるのは文芸評論家とか評論家では小林秀雄だけみたいな未だに売れていて、うん、この間こういうね、なんだっけさっきのやつの、うん、考えるヒットみたいなやつ。 考える人が特集が出て集合が出てて、でかすぎて見えないね。これがまた売れるっていうね、すごいね。すごいよね小林秀夫以降というけれども、実は小林秀夫で終わっているって、この人が特集だっただけで、この人の系譜ではないんだよね、実は。そうですね。ままあその話もししょうちゃんと こういう立体感があるマップの中にここら辺とか言ってさこうやってよいしょまあそういう話がありながら話を戻しますのまあ要するにねそういう話で言うとねえっとマッピングしながら確論もやりたいとえ小林秀夫とはなんたっ小林秀夫がやったこととか吉田秀明が確人論のことまあ列伝ですな何年生まれで列伝中のまああのしあのあれですか中国をですそれでもさ例えば十二回やったら十二人しか使えないでしょ。 それは勝いやいやいや書き下ろして書くに決まってるじゃないですかますますスポンサーがいないと嫌だよ俺だから <laughs> よろしくね <laughs> <laughs> いやいやこういったことつくかなって思ってさ <laughs> 言っときゃいいじゃん <laughs> 読みたくなる読みたくなり読みたくないつう <laughs> かこれだけでさ一冊になるじゃん 何だよ、<laughs> るよそんな安い。何、<laughs> ななそれ新商何だよ、余裕るんなんだよ、そんな。うん、20人ぐらいやったら、るよ20人あげようか、今じゃあ。1人,に1人10万やったら200万円。20人あげれる、うんうん、うん、いっぱいでよ。そんなプ,プロレススーパースターレステじゃないんだからさ。<laughs> <れ> <laughs> あんたブッチャーで1枚とか <laughs> そういうやつでしょとりあえずは <laughs> マッピングをそううプロレススーパースター評価列伝 <laughs>。でまあ、ね、欲望のマッピングをして采配して要するにね20世紀の音楽費用っていうことなわけねテーマとしてはうん、うん、基本的にどういう条件があったっていうことで、まあ、そういうなんか書き始めたくなると、うん、そのさ20世紀で切るってことはさ21世紀が終わったってことなのね。うん まあだかららほ現在って書いてあるじゃん21世紀以降は現在ってわけそうねたい佐々木淳史的にここに切断があるって考えじそこまではっきりは考えてなかったです大ざっぱでした一応さ21世紀って2001年からだっけそのぐらいねでしょ2チャンネルがさ、1999なんだよね始まったの九九。結構ネットって2000年がちょうど切り替わりぐらいになってるあじゃあそれでいいんじゃうんそうしようかじゃや 人によって時差があるからいいんじゃないここら辺に日本にいなかった人がいるだろうし。ブログブームが2003年ぐらいかな。ブログブーム。パソコン通信は1995ぐらいの。Windows95。1995。ほら、だいたい10年ぐらいの幅でいいんじゃないまあでも、このぐらいのね、こうなんか、エクスキューズつけときゃいいですよ。こうなんですけどとか言って。響いたのがって響いた。で、まあで、新刊をちゃんとチェックして、2013年分の 現状はチェックするとこの時に活動してるライターも全部ちゃんとチェックすると、うん、っていうのはまあ現在のに軸足を置いといてうん、うん、でそれをこう支えるものじゃないけど、まあ、この100年前はこのぐらいだったよとちょうど戻すと1915年にこういうのが出てるとかね、うん、そういう話があるっていうことで,、えーでまあ、この時にいろんな人がいろんなこと書いててて例えば渋谷陽一であるとか 中村東洋であるとか、そういう人たちが音楽についてあんだけ熱くこう語り、そして本を立ち上げるぐらいのね、うんうん、雑誌を一冊作ってしまうという、で、それがまだ続いている、うん、あれは一体何なのかっていうことまでいければいいなと。あ,あれが70年前後なんだよね、そうなんでだ、ね、まら、ね、うん、ビートルズぐらいなんだよね。 危ないだしね,ね触りたくもないぐらいですけどね <laughs> 危ない爆発物ですよ俺 <laughs> 危険で危険でこれもうねこんなものはネットにこう、ね、乗ってこうみんな見れるというふ、ね、うパラッとめくるとこう宣言ですからねもうジャキーンっつってこれが70年ですけどねも <laughs>、ね、うねバーンってこの字の並びもすごいですよねこれ j r j e って何よ日本リアルジャズ集団ですよ<わ> <laughs> <laughs> リアルジャズって言うんだリアルジャズってリアルってことはじゃあ偽物のジャズもあったわけでしょ当然じゃないですか<ー>そいつらをね総括して殺すっていう本ですよ危ないね危ない危ないな、ねね<ー>ね、もうねうっかり本とか出すとこうやって後から見られるから恐ろしいですよねひと事じゃないんだけどねこれってさちなみに売り物だったわけもちろん売り物ですよ、うん、味びラじゃないのえーっとねいくらって書いてある 電話番号書いてあるね。かけてみようか。100円ですね。定価 <laughs>。定価100円。さすが。今だったら1000円ぐらいかもしれないけど。ちなみにエスプレッソいくらだったの ?300 円。最後1000円だったの。<laughs> こうね、相田明先生のご最初の超初期の文章これについてね。 まあこれについてこうセブンデイズが行われるらしいので <laughs> 皆さんはいやいや笑い事じゃなく本当にまあ,あれだけは大事ですよなんでこんなことが起きてしまうのかというのも含めてうんこういう文章がねうんこれがまあ70年代でちょうどこの時期に基本的にその中村豊さんも本を作り要するに音楽っていうものを思想および政治 えー、まあ同じですけどね、そういうものと絡めて、えー、政治をやるんだったらさ、ニューアカもやらないとまずいと思うんだよね。やりますよ、80年代でしょ、うん、それをやるでしょ。うんうん、っていう,こう、ジャズにおいては20世紀後半、読みますかね、なぜ菅原さん、俺を読んでくれないのかな、セブンデイズに。<laughs> 嫌われてるのかな。<laughs> <laughs> それか、大谷さんがやって、あいだけは好きそうじゃないじゃんうん。 <laughs> <laughs> いやいや好き嫌い好き嫌いでいいんだったら別にそんな話じゃないじゃんなんて言えばいいんだろう,う <laughs> でも前田明ってさ前田明ってある意味でさだからその政治の季節とさにおー,ーがつないでるんだよねそう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 うそ、ん、うそうそい,いうねうん <laughs> でもそれだけ書いてても要するに見通しが取れなくてデータだけなんで、うん、そうじゃなくてマッピングっていうかなんでこういうことになってんのかっていう、まあ、それはっ、えー、と人事じゃなくてね、栗原さんも俺もそうだけどどうしてこういう仕事をしてるのかっていうことのの、えー、自己批判あのね、ちょ, <laughs> <今 S 2> ちょっと話を先取りすると <laughs>、はい、これ後半にいくにつれてだんだんメタ化するわけですよ、批評っいうのどうしても。 で、うん、あの鈴木さんとかね、あのクラシック評論の鈴木篤文さんっているんですけど、うん、これもうデビュー作がメタ,メタ評論なんだよね、クラシック批評の批評なのよ。あはい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 。これ字が間違ってるんですけどね、あこれ違う、すごいな。これね、うん、タイトル。 こう本の中にこれが挟まってて、すごいですね。これも見せましょう。著者の注意が挟まっててですね。これちょっとズームイン。ズームイン。この本は著者の名前が間違ってますって書いてあるんだ。ほら。ものすごいですね。ものすごいね。ものすごいですね。違いますよね。厚紙だもんね、これね。注意してください。注意してください。何言ってんだ。すり直せよ。これすごいですね。洋線者しかもえい訳がすごいんだよねこれ。 ものすごい間違ってるね。編集者が構成中に読んでいた <laughs>、うん。いたい池宮正一郎の,の、うん、に頻繁に登場する。 何これこう若丸ね。あつ森の修羅の苦しみと紹介な何言ってんだこいつ。何これ何これ超面白いね。ひどいんだよね。これちょっと歴史に残りますね。本書と内容に関しては何ら影響するものではありません。ちょっとこれはすごいですね。すり直せだよね、普通に。これはすごいね。 えこれ超レアですねさすがに治ったんだよね2班ではね2班出たのかどうかもわかんない木さんしかもこの「言い訳面白すぎるこれは椅子森の修羅の苦しみとジョークは本性の内容をほふとさせ面白がってるのかとそれっていうかこれは これは珍しいでしょこれちょっとこれはすごいいいものを見たなまあこれデビュー作なんだけどデビュー作で名前間違われてた大したもんですねしかも中でやってるのはクラシック評論家の批評なんだよねでも気持ちはわかりますよというかわれわのこれもさ一種そういうものじゃないそうだねだけどそこまでどうしてもメタ化していってしまう批評だから批評の欲望としてはメタ化っていうのに変わると思うんだ ははは批評を批評したからっていうちょっと別ジャンルなんだけどさ美術評論でさあれもやっぱり戦後に本格的にこう起こってくるわけだけど、うん、美術手帳を出してる美術出版社が1952年ぐらいに美術批評って雑誌を作るんだよね。はいは,いは,いはいはいはい。羽生一郎ドッグかそこから作るんだけどあれがね5年ぐらいで潰れちゃうんだけど、うん、だんだんそのあそこで。 美術評論家を発掘していって、うん、戦前派にだめ出しして戦後派がこうやっていくんだみたいな、うん、こういうムーブメントが起こってきてでもそのどんどん新人出てくるじゃない5年ぐらい続くと、うん、そうするとね批評家同士の戦いになってくるんだよね批評家同士の戦いになって批評の批評が乗るようになってくるわけよどん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 ん後半になってうん、うん、ではたから見てると何の話をしてるかさっぱわかんないわけもうそうだろうね<ー> 同時にその頃はあちょうどその55年体制が成立する前後だから共産党なんだよ、みんなはははいはいはい、はい、批評家ってだからそこに共産党内の対立,の対立が対立なりのヘモニー争いイジオロギーとして美術批評に持ち込まれていってそこで鋭くこの左翼的に分裂していくんだよね。あーそれさ音楽批評では えっと、あんまりないね。ないんだよね。うん、それね、でも、クラシックのそのあたり、もう一回チェックするって出てくるか。審査欲と呼ばれる人たちはさ、七十、うん、年代じゃない音楽の場合って。そうだね。うん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 。ちょっとずれてるっていう。文芸は早いよね、一番ね。文芸は早い。っちょ、それはね、うん、その美術手帳に書いたんだけど。うんうん、あのー、近代文学だっ,ったじゃない。はい。もちろん。あのー。 戦後派の画城となった同人誌の近代文学っていうのがあってそこと岡本太郎だって夜の会そこは一緒だすごいリンクしてるからね。でそこで結構ですね前衛運動的に音楽と文学と,文学と美術がこうリンクしてこう相互にこう影響して動いていっててそこで安倍公房とか絡んでくるし。 その時期に対応するのは音楽では実験工房なんです、うん、そう実験工房はね左翼感がかなり薄いね、うん、そう言われてみると、うん、なんであんなに切れてるのかなぁ竹口修造のせいかね。 竹口修造が結構ね戦後美術ではプレゼンスがないんだよね意外とあ、そうなんだよねだから70年代に入んないと出てこないでしょの人回こんな話してていいのかなすいませんっえとごめんなさいえっとね、プレゼンなんでうで面白かったのはちょっと頼まれ仕事やったんですよ何を美術評論美術手帳のやつが頼まれ仕事でやってて調べているうちにそうなっちゃったんだけど 文芸評論から見た場合、文芸から見た場合に美術評論ってそんなに視野に入ってこないわけだね。でも美術から見ると文学ってすごい入ってくるわけ、視野に。そうだね。で、うん、そこで、一番そのその美術と文学のシンクロンの中で幅を利かしたのは誰かっていうと、うん、あれなんだよ、えー、違う違う違う、違う。えーとね、佐々木,佐々木貴一。 文芸評論では全然プレゼンスないわけ、その人って。佐々木一知らんな知らんはい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 、そうなんだ。え、そんなにメジャーだったのこの人、全然プレゼンスないんだけど、文芸評論ではそんなにね。でも、その文学と美術を見たときには、この人がすごい出ずっぱりなのよ。この人しかほとんど出てこないの。 文芸評論家はでこの人が文芸評論家だよでこの人は近代文学っていうさっきの同人誌で戦後派の画像となった近代文学があってそこのまあ何ていうのかなイデオローグだったんだで、で戦後派の後に第三の新人が出てきて石原慎太郎出てきて海江光武出てきてえっ 大いけざぶれてきてって感じで,で戦後派のプレゼスがガクッと下がるわけよはいはいはいやっぱり戦中派ね逆にう戦後派は戦後の日本を立て直すっていうそのモチベーションがあってあってたんだけども結局その第二の青春派が落ちちゃうわけだよねそれが結局その高度成長期に入る頃になってくると戦後派のやつやだと意味あったんじゃねいみたいな話になってきてでこの人が 戦後,戦後派のイデオログだったにかかわらずうん、うん、戦後文学は現役だったとか言いださけ60年代以降ぐらいそうううそそ<ー>それで自分があのずーっとやってたくせに、うん、一気にひっくり返したんだよねあれは全部幻しちゃったんだよとか、うん、それに対しての反応は<え>いやーもうみんな落ちぶれてるからね <laughs> 何も言わないんだ、うん、いやいろいろ論争はあったらしいんだけど,ど結局だから解雇とかさ応援が出ちゃったから、うん まあなんか当時の戦後文学ってあんまり意味なかったんじゃないみたいな感じになってまあそれはどうでもいいんだけど、うん、とそういうふうな非対称性があるわけよ。うん、文芸から音楽あの美術見ると、うん、そんなに美術って視野に入ってこないんだけど、うん、美術からぶ文学見てると、うん、まあ意外とそうこうこうこななんていうのかな意外なこういうい人が浮き上がってくるとか音楽に関してもそういうのって若,若干あるかなと思う。例えばささ川上哲太郎なんてさ 文芸ヒロとはさそ,、ね、そんななプレゼンスないじゃん、うん、じゃあ、小岐フォローにおいてさ川上徹さんのプレゼンスどうなのかっていうのが、うん、パウル・ベッカーとかいわゆる出てるじゃない。出てるね。でもその時にいわゆるその業界というか輸入業界なわけですよね、基本的には全部において。で、窓口になった人っていうのはやっぱりそれほど多くなくて。 キーパーソンとして、えー、と戦前からやってた人は多分ね60年要するにポ,ッ、えー、ポップスまでは全部その人たちがやってたなという感じが、えー、と資料を調べてると戦前、戦中、戦後でねメンツが変わってないんですよ、えー、と音楽批評って驚くべきことだと思うんだけどあっとあの山田耕作だって最後までいるからね。<笑><笑>え そこも含めてちょっと特殊な状況なのかどうかということぐらいまでもう言われてないぐらいな感じで今のクラシック業界もね完全にそうでえと戦前と一緒なんですよ体制がそこにね上にいわゆるその洋楽文化が載ってるだけでえとねどうしてこうなっているのかということ自体もなかなか複雑な感じだとは思う。 ってそれも含めてねまあ、こういうふうにまとめたいなと思ってるわけ結局なんかこうかメディアが変わって欲望が変わっても、うん、実はインフラがそれなりに対応してこなかった感じはあるかなって気がするのねだからインフラの対応をやるためにはさ、うん、それでその話の中でちょっとつながってくるんだがその音楽批評の、うん、モチベーションが変わ,が変わあのあり方がたか変わっても、うん その媒体であるね、うん、そのメディアがの構造がそんなに対応しなかったんじゃないかと気がするわけ、うん、だから、うん、だから多分、中村東洋さんとかミュージックマガジンを作ったわけ変え、うん、ようと思って変、ね、えようっていうよりも、うん、自分のめまずそのミニメディアを作るんだっていうことが出てきたのが60年代で,、うん、で,で実は近代文学だって一応同人誌から始まってるわけだから。そうそうそう ある程度ううサ,ロンサロン的なこうやっぱり同人誌的な集まりによってこう改革を進めようみたいな動きはあるじゃない、うん、でそれとそのジ,ャージャーナルと言われているようなマス、うん、いわゆるマスメディア、新聞ですよね中心になってる、うん、で新聞というのは一番遅いんだっていうのと含めて、うん、新聞における音楽批評をずっとやってきた人がやっぱクラシック批評の中にずっといて、うん、でそこはじゃあいつからでどうなんだっていうのをチェックしていくっていうのも大事だなと。 ジャーナリスティックな問題ってことえとえっ新聞で音楽について書いたのは誰なんだっていう話<ー>、うん、コンサート表とかね、うんうん、そういうのも含めてですなとにかく手つかずなんですよ、うん、いろんな意味で。うんあのー なんか言いながら、これ俺やるのかって言いながらきたんですけど、だからさ、プランがでかすぎるんだよね。違う考え始めたらこうなっちゃうじゃないですか、もっと狭くする佐々木樹チだけにする佐々木樹チだけにすればいいんだけど。 やっぱりね、これね、学者さんの仕事,、ね、学者の仕事だよね、<laughs> まあ学者とね、と大学の研究者とライターの仕事の対立というのがありまして、あとで紹介したいんだけど、<laughs> うん、これもさ、か <laughs> ったすごいんだわこれで学者さんでしょ <laughs> 学者なんだけど、これ10年がか,かりなんだよ、すごいね確かにこれ10年かかるよ、で、これやられちゃうとね、もうちょっとグームのでも出ないっていうところがあるのはあるんだよね。 ま,あま,あそのままああ最近の仕事はね、うん、うん、まあとにかくわれわれの前提として、最近いい仕事が多いっていうことで、これなんかすごいですよ、本当に、5000円ぐらいするんですけどね、これも買って損ないで、すわれわれはこつこつね、国会図書館に行って、せこせこやってる人間としてはさ、いろいろ大変なところで、ああって思うよね、こういうのやられるとね。 本当だって、一応ね、商売でやってるから、採算取れたらまずいわけですよ。こちら、この人たちは給料もらって、採算じゃないの。で研究対象だから。この本格だけに、世界中回ってるんだよね。日本の、日本の話ですよ、これ、日本の基地の話なんだけど。アメリカ行って、フランス行ってとかやってるわけよ。ラグジュアリードキュメント。ラグジュアリードキュメント。沢木耕太郎か。そうですな。そんな話はいいんですが。で。 あとととこっっっちちの話をょしますすかそうでねえやっぱりやりたいのはとにかく今年出る本はまあとりあえずチェックしたいなと定点観測としてねあの結構ねあの音楽のこういう本ってねあの出てはいるんだけどもまとまって情報がないんですよ。ないね。何何っていう情報が書評も実は出ない。出ないね、本当に出ないね。これに関しては俺ちょっと書くんだけど。 たまにそういう依頼は来るけどもこう定期的にななんていうかな、うん、継続的にできるところがないで最近その、その大和田さんの本とか出た頃ぐくらいからちょっと音楽評論面白いなと思って、うん、こう定期的に書評の連載させてくれっていうようなことをちょっといい話し、ね、てみたんだけど、うん、やっぱり寄ってこないんだよね。ちゃんとやっ まあだから片山森秀さんが毎月やってるっていうのはまあ1個しかやらないからだけどあとねサウンドレコーディングマガジンでね横川さんがやってるのあれねもう多分ね10年ぐらいやってると思うのあれがね実はすごいんですよ毎月3本書いてるんだよねうんあれはねしかもねちゃんと書いてるのうんさすがっていうか横川忠彦さんがサンレコの後ろにちっちゃいコラムなんだったけど毎月3本書いてるんですよ新刊を。 あれはね、みんな見逃してると思うんだけど偉業ですよ <laughs>、うん。すごいことでサンレコ自体がやっぱり特殊な雑誌なんだけどそこの隅にね、1ページ,だけページ、ね、こう縦コラムで3本400字ずつ書いてたりするんだけどあのちゃんと書いてあってねあれは多分誰も文,文学系の人は読んでないと思うんだけど。 あれで教えられることすごい多いんですよ、あか出たんだ、これ買おうとか思ってうのでで今回、ちょっとまあこれでやるっていうんで、3月分の新刊を調べたんだけど、やっぱり十何冊ぐらいが出てるんだよね、結構、新刊情報って集めにくいんですよ、あ<ー>あの意外と集めようと思うと、大変な作業になってくるんだよね、うんうん、そうだね、うん、全部集めようと思う、ねうんだ情報ね、報ね送ってくれないかな、送ってくれないかな。<laughs> <laughs> それに関して、ちょっとした手間で済むと思うんだよね。それに関してはこちら手回して、あの、なんとか、あの。送ってくれないよね。誰も。いや、でも、だから、その。新刊情報を把握している人が実はいないんだよ。いや、ほら、だって、なんか。出した人が送ってくれればいいじゃないですか。ああ、ほう、なるほど。あベルさん宛に、じゃ、あベルさん宛でいいですよ。なんか。ね。読むよ。 基本的にちゃんとすごい読むし言及もするしあのつまんなかったらつまんないっていうし面白かったら面白いっていうので極めて真面目なこういう。そういうふういふに、まあ もれもれ,れなのでちょっと、まあね、フォローしたいというので、ね、どうこう我々もこういうことをやらないと全部はチェックできないのでまあいい機会だからやりたいなっていう、うん、まあちょうどいいんじゃない今、まあ、でも大学人じゃないし研究者でもないから全部予算があって買うわけにもいかないので大変なんですっていうことなんですけどね本題も大変ばかにならないんですっていうです、ね、そ,んなそうなんですよ、うん、これだって4000円するからね買わないとね,ね<ー>これは送ってほしいけど、まあ、買いましたよ、うん、俺も。 あま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 あでまあでそれで現在系で新刊チェックして活動してるライターをチェックして、まあ、誰がい面白いのかと何をやっててこいつ新しいとか、うんね、素晴らしい仕事をしているとかいう話も毎回チェックすると、うん、最初の話では一応現行の雑誌のもうチェックしようっていう話をしてたんだけどこの間俺ちょっと立ち読みしてきたのはうん 大変ですねもう見ななくていいかなと思った。私もね、ちょいとこうね新刊線のと大変なんでまあブックオフに行っていろいろ買ってきたんですけれども、まずね、本がね、なんていうか、重いんだよね、グラビア雑誌みたいなんだよね、なんかもう、こういう、あのなんでこんな必要があるのかな、ロッキンオジャパンとかいいけど、別にこ、これはでも2000年代ですけどね、こういうい感じで。ちょっとま大体いい2000年ぐらいのやつを買ってきたんですけど。 こロッキンオンジャパンってみんな読んでます <laughs> 何を言ってるんだ、俺は。大体なんかね、グラビアが多いんですよね、こういうすごいあのびっくりしたけど、ロッキンオンジャパンに行くための振り込み用紙がついてたりするっていうの、これで払い込めとか、すごいし、でロッキンオンジャパンはある時期以降、フェス雑誌になったからね、うん、フェス雑誌ですね。うん あとね、だからカラーページが多いからね、なんかね、本が重いの。あの、あんあんとかあんあんじゃねえや、なんかそういう、あの、ファッション雑誌あるじゃないですか、女性誌の。でもこれはもう90年代にはこのか、うん、形だったよ、フォーマンが。スムーザーと、スムーザートってーートもうないんだっけー終わったクルビーとは。0年、魂の行方、うん、その魂の行方。そこで、ですごい、こう、すごいグラビアなんですよ、すごい、こう、バーンっつって、こう、そうかって思いつつも、こう。 でね、あの結構新しい録画者も出てるんだからね。すですね。岸田先生がこんなにね、こうバーンってこうバーンっつってこうバーンみたいなこう、こうやっぱこういうこういう感じですよね。こうバーンバーンっつってこうくるりっくるりっ <laughs> くるりっ,って感じでこうくるり,っ, <laughs> くるりっ, <laughs> っていうこうやっぱこういう風にならないとダメなのかなとこうねこうですよくるりっくるりっくるりの人。 クルリの人。クルリの人。こう。で、こう、でこうバーンってこう、いっぱいあって、こう、バーンっていろんな。こうね。ね、まあ、すごい。で基本、もう音楽…この手の音楽雑誌は全部写真とインタビュー。写真とインタビューですね。何かと,いうとタイアップですからね。ああ。です。 えーとまあ、レコードレビューは一応載ってるんだけど、基本はインタビューですよね。うん、インタビューですねくるりその魂の行方って,っても表紙はこうじゃないですか、うん、で当然のことながら後ろが、まあ、CM なわけですよね、こうやってね、うんうん、基本的に。タイアップなわけですよ、<laughs> もうプロモ雑シを読まされるこっちの身にもなれというような感じなんですけど、<laughs> まあこれがまあ一番激しかったのが最近出てきたのではっきりとしてるところで。 えー、どこ行った山田、これですよね、まあこの人ですよね、まあこ、こういうやつですね、これですね、これですね、菊池成義って,書いてある、まず第一、これ写真からってさ、絵で起こしてる意味が全くわからないですよね、これはね。<laughs> ミュージックマガジンのさ、この2012年度のやつって、なんでその写真から絵に起こすんだろうと <laughs> <laughs> 思いませんですか <laughs> でも、ミュージックマガジンは昔から絵だよ。<laughs> もちろんそうでしょ。うん、なんだけど、 これはだってさ、元の写真もわかる上に、うん、なんか意味がわかんないじゃないですか。この写真にしてある、うん、写真つけばいいじゃん、むしろっていう。なんでこの人だって、岡村ちゃんのやつだってさ、模写 <laughs>、模写、模写。こう、なんか全く意味がわからないなって思いつつ、裏返す。まあ、ち,ょっとこうちゃんともうキャンペーンですよ。普通にね。この金出して、裏拍子で、これいくら払ったかって話も聞いてますけど、俺は言わないけどね、ここでは。<laughs> で、これは、ね、普通に特集とか聞く人なりとして別にタイアップついてやってみたいな話で全部一緒なわけこういうのはねもう読む、ねあのー、わけないだろうっていう感じじゃないですかいいロッキングオンの文体ってあるじゃない、うん、あるね、あのー、典型的なの読みましょう、ね、読みましょうか典型的なものを、うん、ロックシーン徹底解創滑、あのー、この10年を揺さぶったロック事件簿、はい、<laughs> 必聴の120枚これだイエーイ <laughs> このアルバムを作ってるときはこのいいや。で、遠藤俊明さんがさ、この間ソーシャル化する音楽だったかなっていう本を出してて、その中でさ、遠藤さんって実はロッキング音のライターでもあるんだわ。そうなんだ。で、その、俺のまま出てくんだけどさ、まあ、その、いろんな人がね、ロッキング音の芸術批判してるけども、それはどうなんだみたいな話をちょっとしてるんだよね、その中でね。批判はしてないよ、俺。俺はしてるよ。俺してない。俺、超ディスってよ。俺、ディスはしてないよ。 でも、ちょっとこの間、生活考察って雑誌に書いたんだけどさ、あれはね、そのロッキング・ジャパンで完成されたロッキング・オ的ンクリシェっていうかね、言説って、あれね、すごい汎用性の高いフォーマットでね、なんでも褒められるわけですね。でもね、俺ね、続けてください、すみません、どうぞ。結局、ああいう、毎月革命が起こったりね。 大変だねねあのギリシャ並みです第1幕終了、第2幕みたいな感じのあおりがあるんだけどそれ以外にもいろいろパターンあって感心したのはある時期以降さ浜崎あゆみとか出てくるんだよ、ラルクとかねロッキング・ジャパンに乗るようになってきてそれもエレカシとかと同じ形で褒めるわけ。ですね でこのの汎用性の高さは何だだと思ったんだよね、うん、で森山直太郎とかもさ全部一緒なんだよ調子が褒める時の書き方が。それって結局さそのこれよ表紙にこれがあって<れ>裏にこれがあって、うん、この狭間で広告媒体としての言説と評論媒体としての言説のすり合わせをやっていった時に、うん、結局その形が一番こう汎用性が高くって。うん 使い回しを聞,、えー、聞いてあの読者に訴求するフォーマットだったという子だったんだ,と思うんだよね。ロッキングオンの原説って。あれさえ、あれ確立してしまえば何でもそこに落とし込めたんだよね。うんうん、そういう汎用性の高さは俺はちょっとすごいなと最近思っててね。で、スヌーザーにはそれなかったんだよ。あ、そううん。そうか。うん、えー、なるほどね。 ちょっとね、だから俺、一、まね、つ言い,言いたいというか話が戻っちゃうんだけど、えっと、いわゆるロッキンオン文体とか、うん、スヌーザーの文体とか皆さんいろいろ言いますけど本当にちゃんと読んでるのかと、うん、いうことをまず言いたいだから, <laughs> イ,メからイメージで語るんじゃないと読むんだったらとりあえず1年間分ぐらいはちゃんと丁寧に目を通してからこういうのがあのいわゆる 分体,体があるってことは大したことですよ俺やってたよ、うんうん、だからそれは俺ねだからあんまり知らないから、あのー、本当にロッキーオンとか、うん、でイメージであもうまさにこの暴くりとしてしぐれみたいなこういうことでしょっていうことぐらいは覚えて分かるんだけどでこうやってまあでも、まあ、あの今回5冊ぐらい買ってみたんですけど <laughs> <laughs> で一応目全部こう目を通すとさやっぱり、うん、ガールズロックの新星現るジャパン初ロングインタビューダッシュとか。 初インタビューをジャパンがダッシュしたぜみたいな感じのやつとかさ、あのー、あやっぱこれがそうなのかなっていうのがたくさんあって面白いんですけど、でもこれで、でもさ、ある種の一つのフォーマットができてて、過剰で過激で異常な3ピース、正体を暴く初の、初の拍子関東とか、なんかちょっとこっちの方が偉そうなんですよ、ロッキングジャパンの方が、こっちの方が、初の拍子関東とかね。そういうい 俺たちが取り上げてやったぜ、へいみたいな感じののとか、とてもそのデザインも含めて、やっぱり新鮮ではあるし、一つの,そのなんだろう文化を作ってるなと思いますよ、で,でもこんなのを読んで、何がロックなんだとかいう人の <laughs> 気持ちも分かるわけだけど、そういうことも含めてやりたいわけ、話としては。 うん、ロッキンン文体っていうものがあるとしたら、まあ、文体がまずできてる時点大したもんですけれど、それが絶対何なのかっていうのを、ここら辺に入れたい、ちゃんと <laughs> ロッキングオンのライターに聞きたいことがあってさ、みんな同じ文章書くんだよね、あれはどうなってるのかっていう、システム的にね誰かが直すのかな、編集長が変わっても文章変わらないんだよね、ロッキンン写真っていうのあると思うの、うん、これが多分ロッキンン写真だと思うんですよ、こういうやつね、これ、これロッキンン写真ですよね、こういう。 <laughs> これ、ロッキンオンレイアウトじゃないですか、レイアウトの方が先だと思う、写真があって、こっち側にこうインタビューがあって、なんかこれでまとまった気がするっていう、でこの写真でなんかアーティストにこういう格好させるっていう、あのーね、超ロッキンオンっぽいですよね、で21世紀最多のカリスマ、いよいよ帰還、帰還なんだ、エミネムかみたいな感じで、あのー、これ、エミネムですけど。<laughs> こういうフォーマットってやっぱデザイン優先じゃないそこから考えないとだめなんじゃないかと思うんですけどねじゃあエディトリアルの方もやるわけそう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 、うん、あの中に載ってる文章は誰が書いても一緒なんだっていうよく読めば多分差異があると思うんだけど、うん、その統一されたトーンい、ね、いやだからそれはだからレイアウトだと思うのいやいや文章にもあるよ <laughs> あるそ,れはそうだと、うん、<laughs> それはそうかもしれないけど、うんうん、基本はデザイナーじゃないの 文章の中身はデザイナー人じゃないよ、うんうん、そうだね僕たちは純粋なダンスミュージックの文脈からはちょっと外れているのかもしれない彼らは一体何者なのか2008年に突如登場したどこまでもメランコリックなビートはなぜこうも我々の現在を物語るのか消費される音圧のダンスフロアへの柔らかな異も申し立て 無理して逆に読めなくたっていいんじゃないのいやいやいや,いや,いや <laughs> 読んでみましたけど <laughs> 口に出してみると違うかなでそれはさ各媒体の話になってくるじゃないそうだね、うん、そこまでやってる暇があるかっていうのもあると思うんそうだね、まあ、ギャラがね時間もね時間的に、ね、いやでも、ね、やりたいんだよね、うん、なんて言えばいいんだろうなあスポンサーがつけばね 漫画もってますね。ここで CM ですと言ってロッキンのジャパンがバーンってってそのうちこにさ若者のなんとかこんとか採点でっってバーンって今年はスウェード来日バーンとかさそれやり超いやりたくない声よかっンパイオニアじゃないよ絶対もうあれだよソニーとかですよソニー マイブラッツ神二十年の時を経てなんだ僕も蘇るって来日てもうでバーンとか買ってみましょうバーンとかこのバーンザ・ビッグ・フォーメタリカとか書てバーンまだあるんだよねすごいことだよね超楽しい読んでてビッグ・フォーでねメタリカ・スレイヤー・メガネス・アンスラックスだったっていうね変わんない俺が…いやでも俺が知ってる違うジュダスどこだよジュダスだっていうさこれいつのゴー こ,れこの間ですね。全然変わなないじゃない。じゃ2010年ぐらいいや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 だからそれがバーンでしょ<ー>そんなこと言ったら<ー>スイングジャーナルの2010年の表紙をマイルスデミせですよほんとに <laughs> <laughs> 霊界通信ですよほんとに <laughs> <laughs> 誰に向かって書いてるんだっていうさ何で2009年ジャズディスク大賞発表って書いてマイルスがこうバーンって笑ってってさどこに向かってチャネルリングしてんだっていうね まさに霊界通信がさムーみたいなもんだよねまあなくなっちゃったけどどっちもねこんって表2010年のね2月号の表紙なのにマイルスですよ本当に。うに、ん、これもねだからこういう話もしたいんだけどさあそれだったらレココレも入れられたらまでレココレありますよレココレもねレココレもすごいけど、ね、レココレは最初からコレクターって言ってるからさうん、うん、しょうがないけどだだ読み直してもっと一番面白いっても CD ジャーナルだったね やっぱりはっきりしていて、うん、まあ一番頑張って、頑張ってない今。今レコゲンも、ね、レコゲーも、レコゲンこれ見ればわかるけど、百花、あの、爽快なんていうかさ。あの、ポイントが全く絞り切れてない。感じが <laughs> <laughs> パッと見て、なんだか全然わからないっていう。その、第四、四十歳かレコードアカデミアって言って、これが表紙で全部載せてるっていうさ。<laughs> <laughs> 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 全く絞りきれてないこの編集の感じっていうのが中にもこう反映されていてどこ読んでいいか全くわからない本になっているっていう <laughs> とても面白いんですけどそれに比べてこのねマイルス<笑><笑>とてもねこれがまあ,あのここ昨今のこれ2010年でここ昨今の音楽雑誌のねあ,のある種の英語で。 <laughs> すごいなー。あれはジャズジャズジャパンはジャズジャパン持ってきてないね。俺さっき持ってきたんだけど,どこ行った、どうあんだんあったあった,あったほら、これもすごいよ。ジャズジャパンはすごい <laughs>。<laughs> <laughs> すごいですよ、これ。たけしとジャズ <laughs>。<laughs> <laughs> しかもこの時代がすごいね。たけしとジャズ。何だ、バカ野郎 <laughs>。 <laughs> この,野郎こ,のこの頃にさ、たけしが選んだジャズアンソージあ、誰かが作ったんだね、たけしとジャズ。うん、そうかなんかこの野郎 <laughs>、うん。まあね、ジャズジャパンはね、最近すごくいい記事を載せるようになってきてるんですけど、いかんせん、レイアウトっていうか、デザイナーを変えたほうがいいと思うんだよね、なんかこう、なんとかなんないのかな、こういうもっさりした感じっていうか。 すごいもうこういう悪口を言う会にしたいと思ってますので、すごいなんかねこうなんかうすごいスカスカしたレイアウトなんだよねこれね、これ本当にな何っていう感じですけどね。これでいいのかな。なんか大谷さんご爪綺麗だね。爪？うん。ほら俺の手も見る？俺の手も見る？<laughs> な何何そのピカってんのピカピカ。え何？なんかやってんのこれ？やってないよ。ネイルとか、ね。やってるわけないじゃん <laughs>。 ライティングじゃない、うん、誰でもここの入れるとこう綺麗になるんじゃないですか <laughs> こういうすごくこうねすごいこの,なんこ,のこの空間は何っていう感じのこう <laughs> もうちょっと写真大きくせるよねこの辺り何っていうね <laughs> あのちょっとどうなんだろうっていうのでちょっと買う気が <laughs> ここも何っていうねジャズの作法ですけどね、まあ、こうなんかこうどうなんだろうっていうようなこの。 もっさりした感がね、こういう。でもジャズ飛行、ジャズ飛行よりいいんじゃないの？いやジャズ飛行のがいいです。飛行がいいの？ジャズ飛行のがいい。あのデザインに関しては、内容はね、ジャズジャパンはねすごく今あのよく頑張ってる、すごくあの内容詰込んでんだけど、そこまでは知らないな。誰かゲストに毎回来てほしいですよね、そういう人がね。 うん、雑誌の編集長そうねバーンの編集長とかにってこうバーンみたいな感じで <laughs> <laughs> 熱く語ってきてほしいですよね、こうもうすのミスタービッグって <laughs> いやこれは本当にいいジャンル雑誌ですよ、ものすごいあの、ね、愛があふれてるんですよ、メタルに関して。もうだってさっきのやつと見るとさ字の大きさが違うでしょ、ジャズジャパンとこ,のこういう,こう密度がこ,のこういうね。 なんて言えばいいんだろうこのぐらいだとこんだけ書いてあるわけで、ね、字が、うん、さっきのジャズジャパンスカスカだったじゃんそれはさよくないと思うんですよねこういうこんななってるわけでさこっちは、うん、こう,いうこれでもうねこうメタルに関するメタルに対しての熱さが分かるっていう、うん、しかしよ,よくこんなに書くことあるよね <laughs> 俺監視するよ,前がま,よ前がまあね本当にそうだよね なんだひねれば出てくるのかね。でかけるのかな書いたことあります、ね、でもスヌーザーなんかさこれ、タナソうん、がさ、うん、ほとんど3分の2ぐらい書いてるんじゃない一人で。うん、たぶんね。すごいよねーーと。あっ、ヘッド、あお、すげえ。メタルゴット、メタルゴット。 まあでもこう要するにこういうのも含めて要するにこう1915年ぐらいからねちゃんと置き直してみるという作業をしたいとね、うん、こうメタルゴッドも含めてメタルゴッド地震の引き金ハルフォードを震災 <laughs> こういうのを大田黒さんと同じところに乗せて見てみると <laughs> そうするとどういうふうに見えるのかということがねあのぜひやりたいことで、うん、ちょっと休むか,か疲あ,あそう疲れた疲れたそう疲れた全然疲れてないです。<laughs> うん じゃ引っ越し中。<今>あ、そうなんだ。うん、引っ越し中。うん、お疲れ様です。えっとね。とねまあ、じゃあ、十分ぐらい。休憩をしてそうですね。ちょっと、あの、トイレ休憩を入れて。あと一時間ぐらい、このペースで飛ばしますので。<laughs> えっと、よろしくお願いしますと、なんか面白い画面を出しておこうかね、じゃん。うん、まあ、あれだね。これ面白いじゃない。これ面白いかな。これ面白いね。富沢、富沢線。まだ活躍中。そうですね。 俺の犬上犬の様子。すごいね。すごいね。俺の犬 <laughs> <laughs> の様子。あの吉田秀和がさ。<laughs> すごいね。私の好きな曲でさ、さ <laughs> 私の好きな、こう、こういうがちゃなるときだよ。本当の楽曲どうしようもないなって気がするけど、ね。<laughs> 俺とか、私の好きな曲、<laughs> 俺の犬上様子。うね <laughs> 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 ということで、じゃあ。なるほどね。うん、ちょっと休憩しまーすー。ちょっと、こう、こういう感じな。 頼みますよ。 ちょっとこのそううか、はい、えと考える人の小林秀夫特集っていうのがあって、はい、その中に付録でこの川上哲太郎との対談のね音源が入ってるんですよ、当時の最後の対談だったかなちょっとそれで小林秀夫の声を聞いてみましょうと。そうですね ったんでしょうダメになっちゃ,っっちゃうの <laughs> なんかさすごい弱いよね最近のデバイスに読まないな。

これね、電子インクなんだよ。電子インクで、これ、要するにね、全部ねい、いちいち描写してんの。中に液体が入ってんの、これ。液体でこれ G を表示してんの。全部書き換えてんだいちいち。だからディスプレイじゃなくって、中にね、あの液体が入ってて、それで G の形になってるの。振ってもだめ <laughs>。何でもいいよ。 旅行疲れから風でで何も読ん,でねんだあいいんいと思う。もう、ね、くもうつまんない話しよう。う <laughs> や,や。それはは面白いよ。僕のタブカーあるたののかな。な行行ってたのあ毎,行くの毎,毎,毎月行くのえ

何しろこれあのまあ初めはまあこ、まあの酒はこの酒あ俺の方がこの酒はまあ酒っていうよりはスポーツみたいな,たかな俺か、うん、そこの時はこいつの方がスポーツになっちゃって酒飲むのが<や>えどうこれねもねこの上で2人でこのこの酒飲んで語り合うってことはないわけなんだよ、うん、語ってる暇ねえや <laughs> もう片うちで殴られちゃうからね <laughs>、うん、君が歴史についてって話をしようっていうかいやいやもうそんな思うと思ったら俺もやちょっと風邪ひくとも気力がなくなっちゃう声にカリスマ性ないよねだから俺も君の方うもみんな読んでるからね記憶でのだ、ね、語るよ そのがいいんだってねソクラテス先生が言ってるじゃないか、うん、あんまり文章に頼らないでさ、うんうん、<laughs> 印象で語った方が正確なんださ。て <laughs>、うん、今日の君と対談するこれを知ってかどうかね安岡翔太郎がね、うん、小林さんと川上さんの対決はちょっとした平平「現実と平家」だって言ったそうだね聞いたか 現実と平家ないよ君はあずの恵比寿でさ。 それは最悪の雅夫とかの。こんな感じで。普通の飲み会じゃないか、これ。変じゃねえ変じゃない。変じゃない、変じゃない。変じゃない、変じない。俺はもう。俺はもう。俺はう。のはいいもう。でね。もう。で語ってみはもう。俺はもう。はいいものもあるが悪いものもある悪いものもあるけれどもいいものもあるんもよね。はもう。俺はもう。俺は。俺は。ね <え>ローリングストーンズはイギリスで見たことがあってね<笑><笑>でも音楽はやっぱりいいものもあれば悪いものもある <laughs> いやもう本当にねついでだからさちょっと小林話をしようか <laughs> <laughs> で、モーツァルト問題があるじゃないモーツァルト問題があるね <laughs>、うん、モーツァルト問題あるねああ面白いよねあれはねでなんかちょっとまあいろいろ言ったじゃない大谷さんもさ、あのーはい、去年のやつでどうなのよ うん、そうね、まあはこれですけどね、どこから上がってきたね、小林秀吉、どんこれ、すごいもう、10年、神様落としたね、今、ひひょうの神様を、罰が当たる、罰が当たる、今年はもうだめだ、今年はもうだめだ、もう仕事しない、に多分20年ぶりぐらいにさ、ちょっと読んだんだけどさ。 全然覚えてなかったっていうか、この道頓堀で最初にねなんかいうのがインパクトあるじゃない、この、ね、ありますね、でもそれ、書き出しじゃないんだよね、<う>2勝、うん、目なんだよね、2> 2よねこれね、うん、そうなんですよ。そうですねあこういう回はいいね、じ地味にこう文章を読む回とかさ、なんかあの小林秀夫のモーツァルトって読んだことある人います、うん、はい、1人、1> 1人 2, 人 2>, 2人、3人、4人、読んでるででも読んでるうちですよ、俺は。なんで えと <laughs> 読んでどう思いましたかって聞くのもあれですけれどもね <laughs> <laughs> まあこれは超有名なね、あのーうん、そうですね、有名ですね。うんうんうん、道頓堀を歩いていたら、突然、うん、あのモーツァルトが頭になったと、途端超シンフォニーがなったとなかなかこれはね、ちゃんと譜面も載ってんだ、これね、しかもいやだからね、うん、意外と構成が丁寧なんですよ、うん、あの最初は。うん あのー、いきなり引用で始めてその後自分の話にするっていうのも含めてなんていうかなこう人を騙す要素に満ちているというか、あのー、引っ張り込みますよね、こういうね。でいや小林秀夫ってずいぶん読んでなかったんだけどやっぱりね、うん、文章がねうまいというかね、うん、文体があるというかですね、あのーうん、いろいろ、まあ、今となったら小林秀夫ってすごい批判も出てるんだけど。うん これ読んじゃうとまあなんか納得しちゃうっていうのはあるんだよねあそう、うん、<laughs> 全然納得しないけどねあだからその <laughs> いや文章の文章力はあるっていうよりも批評の中身としてどうかっていうよりも、うん、イライラするんだよね読んな、ね、これ、うん、一つの文芸として、ね、文章の芸として、ね、芸としては大したものだと思いますよ、うん、基本的にさその例えばまあえっ、ー、とー例えば一頭がまずその エッケルマンによればゲーテはモーツァルトについて一風変わった考え方をしていたそうであるとか言ってさえっと孫引きの孫引きみたいな感じから始めるじゃないですかこれ絶対やらないよ俺は <laughs> エッケルマンによればゲーテはモーツァルトについてもう、まあ、ここでう指が3つ出てくるわけじゃないですか自分で調べろよっていうかさエッケルマンによればっていうんだったらゲーテ読めばいいじゃないあのねああこの当時の文,文芸批評のああ で、そうであるって言って曖昧に濁してそのくせ、その後ね、強く言うわけいかにも美しく親しみなく誰でも真似したがるが一人で成功しなかった丸みたいな感じで <laughs> なんとかっていう,う、うん、文芸評論の悪癖っていうのがあって、うん、このインデックスがないんだよね。例えば引用してても、まあうん、誰それがが、こう言ってるがみたいな感じで言う あの人の文章入れ込むんだけどいやだそのために引用してるわけじゃないから基本的にはあの話を広げるための1個のあれで,あのなんで本当にでもこの小林秀夫の悪癖が結構その伝播しててあの継承されてて後から調べるとすごい大変だったりするんですよここで引用されてる文章の出典どこだよっていうのが、ね、分からなかったりするんで、うん、いやだって大体適当だもん間違ってる。 で結論が間違ってるとは言うまい、ただ僕はこの有名な本を読んだとき、そこに集められた豊富な文献からいろいろと空想するのが楽しく、そういう結論は必ずしも必要だとは思わなかったのであるとかさ、だったら書くなよみたいな、<laughs> アンジのなん、あのー、とかだとは言うまい、でもなんとかであるとか言うの、この人、大体。なんとかと、もちろんぶつぶつと自問自答していたことの方が大事だったのであるとか。 んなんなんだっていうような小林秀夫のさ、決めぜりってあるじゃん、うん、そうモーターとなった時にね,大体ね、うん、僕がその時に何を考えていたか忘れた,忘れたいずれ人生だとか文学だとか絶望だとか孤独だとか、うん、そういう自分でもよく意味のよくわからないやっかいな言葉で頭をいっぱいにして<れ>犬のようにうろついていたのだらうこれでやっぱ文学青年やりたわけですよ当時はねまあね、うん、そうなんですこれでね用意周到に頭にこうね パッとこう最初のところでね、こう譜面の引用とか、ぴょこっと書いたりするわけ。こうやってねこの譜面も適当だよね。この,、うん、このさ手法ってさ、さ吉田秀和がすごい使うじゃないますね。使いますね。これの、ね、い,い,いいところっていうかね、ね悪を抜く、要するに吉田秀和はこれが悪いっていことがよく分かってて、うんえー、現場に行くというか、とにかく勉強するわけ。うんうん、で大体、あの小林秀夫はほとんど聞いてないの、モーツァルトとかも。 あのね、これを、大体イメージで、要するに、それまでの電気を読んで。で、たまたま聞いたものの中のイメージ全部作っていて。で、レコードだって二三枚しか聞いてないっていう、何回でも書き始めちゃう人です、ね。人こ,これも並べてくる?。うん、こういうのね。作る吉田秀一です。吉田,秀吉田秀一はね、ものすごい勉強するんですよ。うん。間いないです。超秀才っていうか。どこ行っても、なんか、いろんなのもちゃんと見てもらって。秒単位で、何、あの、だから、飲み会とか、絶対一切出ないっていう感じの。あの。 全く勉強になこういう、この譜面を、まあ、楽譜を提示して、まあ、評論するっていうスタイルが、かましいですよね、これね、一発、お前らちゃんとやってんのみたいな感じもね。でもさ、これってさ、実はこれのアナリーゼしてるわけないんだよね、してない、全くしてないですね、ここのさ、3章出目、ここから転調してるみたいな話っても出てこないわけだからさ、こういう、だからそれがいいとか、よくないか大谷さんとさ、菊池さんのさ、憂鬱と感動があったじゃん。 これこの間さ読み返して,てちょっと気がついたんだけどさ、うん、これ実は譜面でねーでないよね<む>アナリーゼしてるのに譜面ないんだよねこれね譜面はないけどドレミファあるんじゃなかったあ,あのあれか鍵<う>盤がネインバーで乗った人、うん、だ,だから実用者なんだって引 <laughs> けるようですこれはさあ譜面出さないっていうのが最初からあったわけあったあったそれやっぱり読者が弾く引くからうーん。 そういう本じゃないだろうと、うんあの。要するに譜面って横の流れだからメロディーじゃない簡単に言うと。メロディーの解説はしてないの、これ、うん、和製の話しかしてないから和製の話をする時には鍵盤でいいの、うん。旋律の組み立てをやるんだったら譜面は必要だけどそれは大変だからやめましょうっていう <laughs> <laughs> そこまで踏み込んだら倍になっちゃうから。 っていうすごい実践的な話をいらないんだよだからメロディーを作らない限りはあのけ鍵盤の押さえ方だけ教えてやればいいわけだからコードの話で終わりになるから和声旋律っつってもでだから、ね、モードの話がしにくくてこの時はしにくいっちゅうか、うん、だけどだから実践的な話ですよ、うん、でアナリーゼ問題って結構あるじゃないですかどういう問題ですか 読者がついいいててれなっうそれは書き方が下手くそなだけだと思うけどね山下山下さんってっ大炎と骸骨とか書いて山下邦彦あの人もさ譜面出さないがためにさすんごいいろいろ苦労してるんだよね最初にさビートルズの本があったじゃん最初はどこだっけなビートルズの作り方かなんかあってさあれでもコードの説明をするのに譜面を出さないんだよ でもね、うん、でもねっていうかあの坂本龍一前仕事があの人の仕事でやっぱね譜、うんうん、面一応譜面じゃないけど使ってるわけですよ、うん、後半になると出すんだけどその初期の頃のビートルズの作り方とか、うん、あの辺ではいかに譜面を避けるかってことにすごい不信してるわけそうかで5000歩、うん、を出さないでコードを書こうとするから鍵盤じゃないんだけどなんか独特の気泡をは 自分で開発してブドウコードとかなんかそういう名前を書いすごい変な開発するんですよ <laughs> <うね S 1> でかえって分かりにくいわけ単純に5 0 0で書いてくれたからよほど分かるよと思うんだけどう<ー>んそれはしないわけよ読み物とそういう譜面の両立っていうのはなかなか難しい問題でですね <うん S 2>、あのー、やりゃできるんだけどね、うん 憂鬱とししして学校にに関しては鍵盤譜にしました、うん、それは、えー、とその方が分かりやすいからねこれで、うん、こういうこういう要するに音程の上下っていうのはそんなに重要じゃないんですよあの勉強にとっては、うん、あのこういう構成要素になってますっていうことだからねああとはだから 誰かの作品のアナライズじゃないから、うん、基本的には。ビートルズやるんだったら譜面必要だけどあの、その元になる考え方を教えてるだけだから、えー、これはいいと。 まあそれでうい小林医療がいつモーツァルトと言いながら西洋音楽の基礎の話もなしでモーツァルトが何なのかという話も電気だけの話であってこれのさ、面も,もさすごいかましなんだよね,か,ねかましなんですよ完全に、五か譜でメロディー <laughs> お前ら読めねえだろっていうかましなんですよ。こ <laughs> の音が鳴ったよっていうだけなだよ、絶対鳴ってないと思うんだよね。<笑><笑>ていうか、鳴ってたもあのちょうどね、しかもこう書いてるのが昭和21年なんですよ、発表が。ということは戦後終わってすぐ書いてるの。 うん、で要するに戦時中終わった後に何書くか食った時にモーツァルトに逃げてるわけ悪いことを言わせれば、うん、あの戦後責任も含めてですけど芸術の方に行ってれば文句ないっていう文章なんですよ逆端にでそれで始めてるのが道頓堀の20年前から始めてるっていう戦時中が一切抜けてるっていうこれね最近の全集の一冊なんですけど、ね、なんか俺すごい悪口言ってる <laughs> この20年も前のっっ昔っていうのに中が入ってて、うん 著者のの大学卒業直後の時期って書だかの。うん、要するにねだから22ぐらいの時の話を言ってよっていう話、ね、ところがねその間20円飛ばしてる間に戦争が起きてるわけ敗戦が合ってるのにそれなしにしてるわけこの人、うん、もういい度胸だよねほんとに <laughs> でも結局ねこのモーツァルトがある種の音楽評論の規範みたいになってしまって<分> <laughs> まあ何いくつか曲があるんだけどね音楽評論も1つの曲としてこの系譜がま似できる系譜ですよね、これは、うん、えと要するにモーツァルトっていうものを出しに使って、うんえー、芸術とは何かということについて文章を書くっていうような、うん、えと印象批評の日本における一番うまくいった例です。うん で海外でもあって、えーっとね、いくつかそういうので仕事してる人いるんですけど、えっとね、小林秀夫ほど、えっと、特に戦前戦中戦後も含めてこういう形で乗り切った人っていうのはいなくてこの人がなんでこんなに受け入れられたのかっていうこと自体が俺は全然小林秀夫が面白くないから分からないとは思う分かってないんですよ。だから誰かにに教えてほしい魅力をこれでも、うん、表紙に原稿の 写真が使われてるのと譜面自分で書いてるんだろこれまあここれはそうだねほうほうまあでもこういうふうに書かないと多分他に,、ね、他にやるようがないからはめ込みようがねここにでも一応それ自分で書いてたんだねそれはこのぐらいできますよバイオリン弾いてた人ですからその <laughs> 考える人の特集読むとさ <laughs> 結構 こうね、小林秀夫と音楽マニアだったんだよねででも実は音楽音楽に関しても結構いろいろ書いてるんだよね細かくねでも残ってるのはこれだけなんだよねほとんどそう言及されるものね,ね言及されるものとしてね、うん、でそれこそそのまあこれに関しては高橋祐二がものすごくケチョンケチョンに言っててああで<れ>我らがあっくん ATS も、うん、<laughs> それに関して我ら,が我らもあ佐々木さん ATS 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 って言うんだ、うん、これにそのモーツァルトについて小林秀夫のモーツァルトについて書いた文章載ってるんですけあ高橋雄二を引いて高橋雄二が小林秀夫をけちゃんけちゃにけなしているというか批判しているとでそれであの小林のえなんかこう原影みたいなものはね払拭されたはずだみたいな感じしていやでも、しっかりそれでもみたいな感じで終わってるっていう文章なんですけど。 結局ね俺も動機としては文芸評論的なに始まる批評の系譜っていうのがあってやっぱもうそれ行き詰まってるんじゃないかなっていう意識があるんですよ小林裕太以降っていうかね。それで なんかこう言説としてもうちょっと更新されないと後がないよっていう感じの批評に関してね <laughs>、うん、あってそれでこういうことにや関わってるっていうとこもちょっとあるんですよねで結局まあ大和田さんのねこのアメリカ音楽史とか、はいうん、和島さんの作られた日本の心シは、うん、これは要するに演歌というものを日本の心みたいに言われている演歌というものが実は60年代に捏造された。 後付けの歴史だよっていう話をうん、うん、全部解明してるで意外と最近だよって話でしょ。そういう仕事があり、まあ、こっちの方がまだ今は今やるんであれば可能性があるんじゃないのというちょっと思ったのね。<laughs> 大 可能性というよりもここ23年出てきたい、e、い本は全部それですよね。そうで実証派ですよね。その方式って要するに実証であり研究に近くなっちゃうんだよね、うん、そうすると大学生が強いっていう話ですね、うん、大学生大研究員ですよねそうすると結局批評この間、えー、と四ツ谷のイーグルで去年か一昨年かになんか、うん、後藤さんが音楽批評の話みたいなのをイベントを組んで。 6人ぐらい、5、6人で出たのかな高橋健太郎さんとか、いっぱいいいっぱいそう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 。みんな難しいこういうかもなってたでしょあれ。あの時も結局その研究と批評の区別どうするかみたいな話になっちゃったんだよね。あそう。で、大和田さんとかは研究者じゃん。学者さんじゃん。で、 われわれはザイヤっていうかさ、まあ、野良犬じゃん。でも実は俺、輪島さんとかはすごいシンパシーあるんだけど、やってるとあんま変わんねえんだよ、うんうん。で、結局そうすると、あのー、批評なのか研究なのかみたいなね、ど,どっちなのよっていう話になって。どっちでもいいじゃないかそうする。読んで面白いからいいんだよ。そ,ああそうするとこの,このね でもそういうことをやってて小林秀を読むとまあこういうのもありっちゃありなんじゃないか金がないときはこっちのほが魅力的だよねな <laughs> 何でも言えるんだもん <laughs> でそれであの持っていければいいわけで調べなくても書けるからねこれは本当にすごいですよ小林秀をそういうことでいうとでもこれで一生やっていくのは大変ですよね自分に自信がないとできないですよね味とかでも何でも言えなきゃダメなんだよ俺はこれだっていう。 そういう小林秀夫って結構根拠ない断言が多いんだけど、うん、まあそれだけででできてる人ですからね、うん、そ,そ,れそれを担保していたものっていうのは要するに小林秀夫のカリスマ性っていうかさ個人に帰属しちゃう話って言説じゃないんでね言論レベルのクオリティっていうよりも。 誰が発話してるかっていうことでその言論が担保されてるからだとそれを作るのは彼の現質の内容なわけじゃん、うん、言い方であったりとかそういう、うん、結局その個人のキャラクターに依存する言説いやでも個人のキャラクターを作るのはその人の文章なわけだから、うん、クレアさんがもっと偉そうにズバズバ「うん、いやこれは認めない」とか言って。 言言えば今日言ってるよ <laughs> そうですか <laughs> あんまり文章に出てないんじゃないですか<う>、こうやってなんてモーツァルトの悲しみは失踪するとか言えばいいじゃない。で、<laughs> あの涙追いつかないとか、山口百えは失踪するとか言って、誰はだめだとか、さかわいなことなくて、山口百恵は菩薩であるとかじゃんけど、まあこいつは認めないとか言って、でもね、それを今やるとね、前田敦子はキリストを超えちゃうわけですよ、うん。うん ね、あれはね、ね<ー>前田敦子はキリストを超えたってやっぱちょっと全然言い方弱いひよってるよね前田敦子はキリストであるって言ってほしいよねいやいやだって <laughs> 山口百恵は菩薩であるって平岡正樹は言い切ったわけじゃん <laughs> でも超えたって言い切ってんだよ超えたっていうのは中途半端ですよ山口百恵はキリストであるでしょあそこどうせ本のタイトルだったらどう考えたって。<laughs> キリスト超えたって何言ってんのじゃあキリスト何なんだよっていうような、うん、<laughs> 高飛びじゃないんだからさ <laughs> キリストであるでしょ、なんか超えたとかそういうなんかひよった言い方は全然ださいと思うよね<そ>結局、なんでさその前田敦子がキリストを超えたがダだめかっていうとさ、うん、そ,のその言い切り、まあ、一応、言い切ってないよ。だってキリストと比較してるんだもん。 誰何は何であるっていうのがテーゼであってイコールでイ,イコールであるのがそういう一応論じゃな、うん、なんとかなんとか超えたじゃあ次はとかさ、うん、なんとかじゃあ何それは前がとかいう話になるとすごい何ていうかな、うん、逃げてるなって感じがしちゃうわけあそう、うん、超えたのがいたって言論言葉としては強いじゃんでそれはほらでも直接的な反論をあんまり許さない感じがするなそういう超えたとかいうの <laughs> そうなんか逃げっぽい感じがするそう なんか俺全然、だってだあのひよってんなこの文章って思うもんそういうの見るとう、うん、だって栗原雄一郎は小林秀夫であるっていうのがあったら誰か絶対文句を言うでしょでも栗原雄一郎は小林英夫を超えたっていうの書いてあったらさそれはあ,のあなたの主観ですからみたいな<ー>話になって <laughs> なんとなくあの別にああ、俺の主観だからとか言うじゃないですか、うん、なんかすごいひよってないあのそういう超えたとかいう言い方。うん アップルはなんとかを超えたとかさアップルはアップルであるとか言ったらさなんかやる気出るなとか思うけどましの強度だと思うわけだからひよってんなって思うっていうことよやっぱ小林秀夫は釜石の強度で強いすよだからそこをちゃんと真似しないと今真似しても小林秀夫にはなれないとでもさだからそのいわゆるロッン音言説っていうのはすごくはっきり小林秀夫的なものをしっかりやってるなっていう気がする。 あ,あれは大量生産の小林秀夫なわけだよ、うん。で、それを毎月毎月やり続けるという、うん、ことをちゃんとやってるとするならば、面白い、うん。白いいだから俺はね、ロッキングオンって批判しながらもね、うん、結構その言論フォーマットとしては面白いと思ってるわけですよ。うん、いくらでもできるからね。で、小林秀夫のエピー年もいっぱいいるんだけど、結局、小林秀夫は当然超えられないし、で、小林秀夫的なものを、 意味でね、例えばロッキング音的な意味でもいいんだけどもそのなんか汎用性とかね実用性とかねなんかそういう意味でも。 利用できてないと思うわけよ、その批評の言説としてじゃあさ、とりあえず今回これから続けられるとしたら小林秀夫フォーマットみたいなのをちゃんと考えてこうやれば超えられるっていうのとこうやれば同じくらいできるっていうのとこうやればエピゴーネンっていうのをちゃんと作りましょうかほらね、小林秀夫的なものが一番流行ってるナンバーだと思うんだよねああスポーツジャーナリストだと思うんですよあとラーメン あのいやだから、食べるあのラーメン評価って多分小林秀夫の,あの真似してると思うんだよねあ。あと,あとさ、涙は追いつけないみたいな感じで、<laughs> <laughs> 豚骨ラーメンのなんとか、なんとかってありがとう、ごちそうさまでしたみたいなっつって、だからそういうところに続転してると思うわけ、どん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 。んあとそそののの野球うののうい,うなんていうかナンバーのさあのな 誰なんとかの15日とかそういうよく知らないけど WBC みたいなやつとかっていうのはほぼ多分小林秀夫だと思うんですよね。違うかあとねあとねあしたあとさ 7days の時にそうやってさレコードメディアというものがこう産業としてねこう載してきて。 現場主義と、その、録音メディア主義みたいな、するじゃない。で、あの、録音メディア主義には、オーディオオオーディマニアがついてくる。マニアっていうか、オーディオ評論のほうに、こう、進行していくじゃん。で、オーディオ評論するのもさ、全然総括されてない気がするんだよね。オーディオ評論を総括するのか、それは大変だな。 そこまでやりますか俺、すごい。ちょっと、それはいいよ、いいよ。あの人としてさ、レコード再生家っていうふうにさ、自称してんだよ。いや、すごい。それはね、むしろいいよ。でしょ大好き、そういうの。で、何かっていうと。 レコードに入ってる音をすべて再生するっていうね、うんうん、そうすると現実のリアルの演奏を超えるっていうすごいわけですよ,すごいよねね <laughs> <laughs>、もう、ね、だからそこにはさ例えばさ彼、うんまあ、らが聴くのはクラシックなわけじゃない、うんね、全然クラシックな話だよね ロックある時期以降のロックとかポピュラー音楽ってさ、そうなってるもん、原音ないじゃんない,ないないない、原音,な原音があるから、その話になってるわけそ、ね、そうそうで原音のないものを、うん、再生して、原音を超えるっていう、すごい話になってくるわけですよ。なるね、うんうん すごいよね結構ねあの辺のねねじれ具合も俺面白いと思っててね面白いよね、うん、死体の方がいいって話だよ <laughs> 普通<う>送り人ですよね <laughs> <laughs> いやいやいやマジで <laughs> 死んでる人の方が仲良くなれるって話だからさ<で>生きてると面倒くさいじゃん喋ったりするしっていうで、そういう気持ちが20世紀の批評を稼働してきたんじゃないかって俺は思ってるわけ。 本当に死体の方がいいんですって言ってるまま来てるんだからずっとめちゃくちゃレコード送りゃんその人本当にそれとはまたちょっと違うベクトルでさ「あ RGK」以降の音響廃校っていうのかなお俺に対して喧嘩を売ってる感じ音自体に対するフェティシズムみたいなのがさ発達してくるじゃないですか それはある時期じゃなくてジャズ喫茶から全部それもそうなんだけどそれとはちょっと違うベクトルで音自体を聞くっていうか音響派ってさ別にさテクスチャーを聞くっていう話じゃないですかどっちかいうとそれはね全然違うっていうことを俺の本で何回も言ってんだけどそっごごめめんんテクスチャー聞くのはクラシックとかジャズ喫茶から一緒で。 で、なんかね、要するにその流れでものを考えたいて人が音響派のことをテクスチャーを聞くってことでしょってみんな言うの本当古いねって俺は思うわけそれって60年のジャズさんの話に落とし込んで納得しようとする話でしょっていうふうに何回も言ってんのにみんなその時のみんなこう <laughs> なってるわけだよねそれはわかんないからだと思うんだけどうん、うん、そういう話では一切ないわけ。うん なん構造の話なのよストラクチャーの話なのストラクチャーと表彰ってあるじゃないですかでどっちかっていうとやっぱりね、うん、俺あの見ててあ,あ,ある世代以降の音楽、まあ、ロック系のポ、まあ、ピュラ系の音楽評論家の人たちが音響派以降ねオーディオの話を結構するようになって感じ印象受けるわけよ。 例えばあのもうちょっと具体的に言ってください。<の>さい一番思ったのは、うん、コーネリアスがさ、うんうん、ドットだっけポイントだっけポイ,、ね、ポイントでしね。あの時すごいなんかこうお音にさフォーカスされて,てさこう録音とかこってさ、わり、うん、と音響派っぽいテクスチャーのものをさ構造のものを作った時時期あったじゃないですか。うん <laughs> そんな話を丁寧に詰めてっていいんですか今。<laughs> えっとねそれで要するにハイファイオーディオ に注目があっていろんなこと話をそういう人がするようになったってことうんというよりそれをその辺の境にある世代以降の評論家の人たちがあのあのオーディオの方になんか行った感じをねちょっと印象卑怯なんですけど受けるのようーんと言いたいことはわかるけれども、うん、えっとねそれはもともとおっさんになってくるとオーディオに行くってだけの話だと思う、うん それねすごい身もふたもないと思うんだよ。<laughs> <laughs> <laughs> 申し訳ないけど俺の,あの利点は身もふたもないことであってその人たちは大体いろんなことが分かってくると、うん、最終的にえー、っとオーディオ 音がいいとか悪いとかどうでもいい話をし始めるっていうだけの話だと思うよある種の世代の人がっていうのはでそれで大体その頃ちょうどよくデジタルになって24ビットがいいとか48ビットがいい96がいいとか182がいいとかさもういくらでもやってくれよっていうような作業になってその話をしてるとなんかねあの気分が紛れたんだと思う、うん。<laughs> 本当になんかやってる気になったんだと思うそれ言ってると音がいいよ本当だねとか言って逆に逆にさ iPod 以降っていうかねだってロビットになってるわけじゃん基本的に結局そのかつてさオーディオがこんなでかいのさ並べてさやったものを結局この 今だ cd プラのこれになっちゃったわけじゃん。これになってしまったわけですよ。あとこっちの方が音いいよで、これになってしまって、うん、まあ利便性と音質の兼ね合いを考えたら、これでいいんじゃないのって話になってたわけや。うん、だからそれでいいんだって。こういうこうこなった時に、例えば音楽家の立場で聞かれる媒体としてこれでいいわけ、うん、俺はいい。いい。いやあの、だって録音されたものをどのように聞かれても全く。 あのそちらの自由でございますから、うん、あの一番流行ってるのに狙って作ることはないけどもいきなり作る立場になっちゃうけどそれに関しては全く問題ないこえに、っと、ポ,ポピュラーミュージックの仕事をしてるつもりは自分はあるんでどこで聞かれるかってことは結構意識はしている最終的にさ、うん、ラジカセでチェックしたりする 昔はあっじ最終あのぜ結構4種類ぐらいやるよ人ん家でっていうかミックスは、えっと、自分んちでやらないからうん、うん、でヘッドホンでやってイヤホンやってさすがにプレアンプとかだってやらないけど、うん、MP3 でも聞くし、うんうん、でね、あのー、俺が思うにはその再生音至上主義みたいなものの、うん、ある種の対局に これもあると思うわけよもう一個の対局は当然生至上主義っていうかねライブが一番いいんだよっていうのが録音メディアに対してあってその一方で小林秀療みたいなものも実は録音されたものの再生音はどうでもいいんだよっていうか鳴ってる音はどうでもいいんだよと俺の頭の中で鳴っているイデアムが重要で要するにこの人の立場にすると演奏家はどうでもいいわけじゃん。 どうでもいいですね。で学費も実はどうでもいいんだよね。天才モーツァルトと私ですからね。霊界通信してるけどね。霊界、うん、通信です。いきなりもう次回に繋がって。本当に完全に天才の話しかできない人なんですよ。この人っていうのは。は 小林秀雄の一番のポイントは作家主義なんだよね完全に、うん、ある種のそれがどのように授与されてっていうことではなくて彼は天才であって、うん、こういう作品を作ったそれを私は理解しているっていうことばっかりずっと語ってる人なのランボーもそうだしね、うんうん、でそういうのの話を延々やり続けていてで日本においてそれはどうなんだとかっていうところにちょっと広後半広がってくるんだけども、うん、元織りのりながらとかでもそうですけど彼はこう考えた彼はこう考えたそれを俺は分っ 勝ったっていうことだけを言ってる。ほんとチャネリングしてる感じの文章ばっかりなんです。で、こっち読んでても、その彼らの天才の芸みたいなものを読まされるっていうな。それがだか楽しいわけだよね。読んでる方としてはすごい。ドラマチックだし、やっぱすごい人っているんだな。みたいな感じの。 話になるんだけど、それって基本的にはすごい啓蒙のプログラムでさ、その19世紀的なロマン主義の延長線上なんですよ。で、あるそこある音楽のイデアがどっかにあるわけですよ。で、それをいろんな演奏家が再現しているんだけども、それはイデアは絶対再生されないじゃないですか。そうなんだよね。だから、すごい文句言うんだよね。再生されないけども、絶対的なその表彰っていうかね、理想的な音楽っていうのはすでに譜面として。 もしくはモーツァルトの頭の中にあってそれを次回に感謝したって話なわけですよそうこれはモーツァルトの頭の中を私はわかるっていう話なわけそれを文章で書いててい本当にって言ってももうだめっていう感じなわけだ,ねだって俺聞いたんだもんって話だからんそれをねレトリックを使ってまず言い方としては何とかはそんなことはどうでもよろしいがだが何とかは何とかであるみたいな面倒くさいことを言うっていう文章を書いてるっていう批評っていうかその モダンからポストモダンっていう、まあ、ポストモダンっていうのを勉強的に使うと、うん、要するにポストモダンっていうのはイデアなんてないんだよって話じゃないですかああまあそうですなすごい一番簡単に言うとそうですよね。うん、イデアななんんかかいいだよというか えー、これまではイデアがあることにしてたけどどうなんだろうだ、ねうん、実はなかったんだよって発表いない、ね、かどうかは分かんないけど、うん、それを前提にものを考えるのやめましょうよって話じゃん表彰なんだよないんだよととあんま言ってないと思う,よう表彰なんだよっていう、うん、表彰を見て言ってんだけどその裏にイデアがあるかどうかっていうのを前提にして考えるのやめましょうよっていう話でしょ浅田キ輝のさあのヘルメスの音楽ってあったじゃない、うん、あれって結構さその なぜ彼があんなに演奏家とかね、うん、実演家にこだわったかっていうとやっぱり表彰がすべてなんだよって話だったので、ね、あれおそらくね、うん。そうなんですけどそうか浅田明を出した方が面白いね,、えっと、ね小林秀雄に対する浅田昭のアプローチってあると思うの、うん、で私は浅田昭は小林秀雄をすごい意識してると思う、うんうん、であのやり方を今やったらこっちの方がいいっていうことを確実に考えてヘルメス書いてると思うねあの人ね意外と天才の芸しか書いてないんですよ えっと、でそれを現在の形で書くとしたらこうなるっていうことばっかり書いてるはず、うんうん、でそういうものが例えば芸術批評だって言われている時期が長かったことは確かでそうじゃないものは、えっと、例えばコンサート表だったりレビューになっちゃって。うん でそれっていうのは例えばえっ、ー、とこの間食べたスキヤバスジ郎のマグロがうまかったとかそういうレベルの話にな,なると思ってるっていうのは小林秀雄の書き方でそういうことはこっちは書かないわけですよね。この佐々木さんのね、うん、ヒアのそのモータルトロンのところにね、うん、蓮爪茂彦の発言が引用されてるんですよ。うん、その小林のえっとモータルトロンに対するね、うん、でそれが結構ですね見これはやっぱり身を塞むなくってね。うん えー、モーツァルトの音楽を思い出すということようなことはできないと言いながら同時に頭の中ではっきりと演奏者になったと書きつけしかもその後レコードを聴いたがもはや感動が返ってこなかったというのからこれはただの架空のなっただけが中心されるみたいな感じがあってで要するに小林はモーツァルトをレコードで聴くイコール死し,しかなかったはずであるだからレコードを聴いても レコードを聴いたもも音を再生してるのにレコードを聴いて感動が蘇みらなかったっていうのはそれなんかおかしいんじゃないのっていう話をしてるんだよねだか,だから表彰しかないっていう話をしてるわけですよすごくストレートな話で、うん、まあそれでと映画は表彰しかないわけじゃん映、うん、ってる画面しかないわけでさ、うん、その後ろに何か探るっていうのがでもその実はちょっと前の蓮見さん以降の映画批評だったわけじゃないですかあちら側に目の前に映ってるもののあっち側のものっていうのを考えるっていうことが 映画批評であったり、音楽批評であったり、うん、多分文芸批評でもそうだけど、うん、そうじゃなくて、プロジェクションされてて、目の前にあるものをあ、すべて,て,てであるとは言ってないです。<laughs> だからそこにあるものから始めるって言ってるわけ。蓮見茂彦とカラタニコージンっていうのが、まあ、一つの組として、ついとしてあるじゃないですか、うん、80年代以降ね。で、カラタニ結構今,今読むと辛いんですよ。 うんうん、で蓮見さんって結構ね今でも読めるんだよね。読読める読めるで彼のやってることっていうのは、うん、例えば小説に関して言えば書かれたことしか前提にしないっていう。いやだからね、うん、それは当然じゃんっていう話でそれは当然,それを当然じゃんっていうことをやるときにうん、うん、書かれたことを前今言ってる話で言うと、うん、さっきのもモダンな話ですけどで後ろにイデアムを前提にしないっていうことはちゃんとやってるけれども。うんうんうん 要するにそれを前提にして読むってことじゃなくてまず書かれたことから始めるっていう話であってそれとその後にその後ろに何があるかというのを前提何もないというのとちょっと違う,とうあその後に後ろに何かあるかもしれないけどもそれはとりあえずそれは置いといてみんなでまず見れるところから始めましょうっていうことははっきり。 結構ね転換点だったと思うよ。うん、それはでもあの本当に何十年代からで、うん、で小林秀の場合だと完全にその聞こえてるものはどうでもよくて、うん、後ろにあるものがありますよと。イいアイと,、うん、とダイレクト通信なので。そうなんですよ。うん、まあね本当に。でそれをそれは、うん、俺はできるんだぜって言ったのが小林の芸だったわけじゃないですか。でそのできるんだぜっていうことに対する疑問が募ってきて、できるなんだって言って生きても嘘だろピョーンって言われてしまう。<laughs> ピョーンっていう。<laughs> ところが、ね、やっぱスイングジャーナルとかまで来てもまだね、霊界通信ですから、ね、<laughs> <laughs> まだマイルスのことを俺は分かってるせいですから、うん、もう大変なわけですよ、2000年代入ったって、うん、ずっとそういう感じになるし、大体思い込みだけのインタビューってのは、こういうねアパックだからその意味で言うと、そのさっきのさ富澤一世のさ俺のイノーシスだからね、そこまで言ってくれたらすごいよね、小林でも俺のモーツァルトって言ってくれト もうね、<だ>俺の犬を用意すこれだもんねもうすいませんって感じですよね、本当これ書けないですよ、今例えばさ、<れ>俺がさ、今回でさ<谷>俺の大谷をしようって書いたらすごい書いてほしい <laughs>、うん、俺と用水の奇妙な出会いって書いてあるね。<laughs> これねやっぱ富澤すごいな T B K でたまに見えますけどね。<laughs> でも江藤君これでさ、うん、わアメリカと私とかさアメリカと私ううでしょ。いいですね。私にとってのアメリカだから。<laughs> うん やっぱりそれはそのやっぱイデアの重要なんだよねあれね何、うんね、とかと私って王様と私みたいな俺も書きたいな、うん、俺もでも生活コースの連載ずっと何とかと私なんだけどあのぐらいだったらいいけどね、うん、スロークッカクと私でしょデスケールちっちゃいよねスケールちっちゃいねそれはやっぱりちゃんとね,ね、うん、なんかやっぱりセザンヌと私ぐらいやってくれないとね かだから、そのちょっとまあ、で、蓮見さんが今読めるのはなぜかっていうと、あの人、いい意味テクスト論者で、実証主義なんですよ、うん、だから確認できるわけ、後から。いや、そうで、すよ。で、うん、それが結構、体にとか、結構厳しいんですよ。厳しいですね。うん、まあ、だから本当に小林秀夫が一番厳しくて、彼が何を聞いたのかってことは、彼のテキストからは全くわからない。 っていうじゃあ同じものを聞いていや俺はそう思いませんでしたっていう反論を最初から封じるような形で作ってある、うん、でこれはね卑怯なん、うんまあ、ゲイであまあ怯であり卑怯であり、うん、で,卑怯,なで卑怯だって思わせないまま、うん、えっと50年ぐらい経ったっていうことは、うん、それがすごい魅力的だったということだし、うん、それに影響を受けていろんな人が出てきたっていうことはか、うん、だから俺はもう全然文文芸ととのしてはこれは やっっぱり立派なもんといいううかねねですねうそっったらロッキン・オン・ジャパンが全部そうでああ俺はなんとかに立ち会ったって言ってそ,うそ,うそれは何なんだって言ってもいやいや、俺は立ち会ったから俺は凛としてしぐれが分かったんだからって話が終わるっていうようなことを全部、うん、全員書いてるわけですよね俺はそれまあジャパンもひ批判しつつもやっぱりこれはあのある種のフォーマットとしてね、うん、こんだけ影響力持ったわけだからそれはそれで認めざるを得ないと思うわけですよ。 でもそういうモードがもうやっぱりそうもう尽きてるんじゃないかとで蓮見茂彦の文章がいまた読めるのはなぜかって言ったら実証的であるとで実証的という意味ではこの最近のね、あのー、これいいんじゃないのって言ってるこれとかまあ大ざのこれとかねさっき見せたさこれとかそうですねこれとかねこれ本当、ねうん、すごい、気違いみたいな本なので。ね

どううしようかみたいなまあねだから、その話は戻すとですが実証的であって全員が確認できるものの方が今は求められている感はありますよね。あのねあとね、批評が役に立つかどうかっていう問題があるわけよ。あ,あそうか今は役に立つ話が多いからで昔のレコ表とかレビューとかレコ表とかって、うん、実は実用性が結構あったわけじゃん。 実用性大事だったね、うん、で今のグルメ評論ってさ実用性なわけですよ小林移動みたいな感じでラーメン評を書くと、うん、一番大事なのはその店の場所が分かんなかったりとか <laughs> <laughs> お前どこで何食ったんだよっていうような <laughs> いやあの豚骨ラーメンは豚骨じゃなくて何とかだったのであるみたいな感じになっちゃうからすごい迷惑なんだけどそうじゃないくてこういうノリで実証店でもやってるのが今の状況だよね小林ラーメンは、うん ラーメンのイディアの話ですよ、ね、ラーメンののイディアの話だって <laughs> 丼があるみたいな感じのね <laughs> そして麺があるみたいな <laughs> じゃあどこなんですか俺も食,わす食いに行くから教えてよこの麺の死ねなかさを私は <laughs> 聞いたとかそういう話だけど <laughs> しかしそれはど,どうでもいいみたいな話だったでしょ <laughs> 私が食べたのはそうじゃないのであるみたいなお城 <laughs>、うん、をすったかとか言ってね そういうのが小林ひどに書いてることでだけどそれがね、こう変な循環してそういうノリのまま普通に具体的な話をしてるっていう人が多いと思うんだよねそこはね、読んでるとね<で><う>結構そういうのに自覚的な人と全然自覚してない人がいるわけよ書き手ではねその辺もちょっと埋めうねそうです埋めましょうね とにかくあの勉強しろよっていう話ですよね、うん、ある程度はね、<laughs> 新チェックもめて、ね、でやっぱ実用性っていうかね、役に立つかどうかっていうのは結構大きくって、昔の文芸評論ってわけ、本当に立たないわ、ね、け、うん、使いもならないね、いきなりお前は誰だっていう感じで喋り始めるからね。<う> <laughs> だったらまだ当時の読者の感想文のがね全然資料価値あるけん私は何をこう読みましたからこ講談とかちゃんと最初に書いてあるもんね読者の感想文の方がよほどね資料価値があって,文芸評論っていきなり自分語りになったりするからさだから文芸評論もさ淘汰されてさ今江藤潤するらやばいわけですよ、ね、残ってなくて,残ってない、うん、で平野健とかも完全にいない要するに今読めるものがないって話ねな<い>、うん なるほどね、で、小林秀療だけが異様なプレゼンスでこうずーっと残っていて、蓮見慎吾だって,ししって当時のやつがほとんど絶版だからね。そうですね、うん、まあ言わんやあの音楽表の親,親ですこら、に、みんな読まれてないっちゃ飲まれてないもんね、うん、こういうのを読むっていうのもなかなかか、うん、まあなロッキング・オン・ジャパンとか、まあ音楽雑誌のさ、原説はさ、消費されるものっていう前提があるからいいと思うんだけど、それでも。 それも含めての厚みがある音楽に対する言説っていうのを、うん、ちょっとまとめてみたいなっていう話なわけですよね、うん、この企画っていうのは。からまあ要するにこのの全部 ジャンル形譜を系譜があり押さえある種の形があり、いいあのフォーマットがあり、それを作った一人一人の,、うん、あの書き方があり、うんで、それによって作られたフォーマットがあって、乗っかった人がいて、うん、でそれででどういういののが雑誌現在進行形でいいものをこう拾っていって、ね、それが過去とどう対応するかみたいな話をしていこうかなっていうのが基本的なコンセプトですね,ううですねつまんないの出したらもうね。 ケチョンケチョンに言う人で言って <laughs> あいつらがあの番組やってる限り出しませんって誰かに言われたいぐらいな <laughs> <laughs> ことで言いたいんですけどね本当に一言じゃないから自分も出しますからね文句あるなら言ってみろ俺に、うん、<ー>受けて立つ結構だからねこういうのやってるとねなんか書くモチベーション失われてくんだよね、うん、え誰が俺がなんなんかもういい,いいんじゃないの書かなくて思って すみでえあ調べていくとね、うん、それはそんなことないよ、うん、全然俺やる気満々な感じですよで、うん、俺やっぱほら歌謡曲の人だからさこうさんのこの本って結構、はあ、こうまむろさんっていう「そのリメンバー」っていう雑誌を80年代に出して でグループサウンズとか和製ポップスの研究ずっとしていたんですよ、で k こうさんのやったことっていうのは黒澤進とペアでやったんだけど、何かっていうと歌謡曲詞というものがなんとなくあり、あるとでそれがどうも偏ってるっていうか、精子として扱われているものから、これでもしてるものが多いんじゃないかっていうあの立ち位置から始めている人なんですね、この人ね。 さんってそれがまあ30年ぐらいやってきたあげく石文庫からその名も「歌謡曲」っていう本を出しましてですねここで江さんの「詩館の歌謡曲子」が書かれたわけですよこれが岩波新書に入ってるってことがすごいと思ってだってこれに要するに日チですからね日チを埋めようっていう作業をずっとして,してきた人が岩波文庫の精神になってしまったんですよ岩波新書の これはちょっとね、俺、事件だなと思ったんですよね。あそううんこうん、さんが岩波新書で歌謡曲っていう本を出すっていうのは、でもそ、そういうもんじゃないの、最近い更新されたといえば聞こえはいいと思うんだけど、でもね、和製ポップスからグループサウンズっていう流れがメインストリームとして認識されてるされてはいないが、うん もう一息じゃない、うん、でもそれを生死として捉えていいのかなっていうのがあるわけ最近というかね、こんな話がまた続きますけど、要するにその岡村康幸という原稿書くんですけれど、岡村さんの原稿書くときに、要するにその日本歌謡史。 ロックその他もろもろっていうのを点検し直さなきゃならなくてうんうんそうやって戻っていくとねこの辺りが一番説得力があるんだよねそうでいうでと結局リズムというものが結構戦後歌謡には重要だったわけじゃないですかね,ねです歌謡曲っは何かっていうことに関しての統一的見解っていうものを。 それはいろんな人がいろんなことみんな歌謡曲大好きだからさ、うん、すごい量のしゃべりがあるしうん、うん、なんか俺が一言言うたびにいろんな人からレスがあるぐらいな感じの勢いなんですけど、うん、えっとでもここが一番まだ実はそのみんながそうだよねって言えるのを作る可能性はあって、うん、だからニッチだって言われてますけれども、うん、俺はそうはあんまり思わなくてあに関して。うんうん これは正当な歴史の考え方だなって思ってるああ要するにそのどこにそのプライオリティを置くかって話だと思うんですよ要するにさ、うん、歴史を語るときには必ず視点が必要だからねこ、うん、れで言ったらこっちだって何だって一緒なんだけどあそうだね要するに使えるようにするおよびただ、うん、ただねあのー、別に俺これは問題だと言ったわけじゃなくてこれがすごいなっていうのはそのある種オルタナティブな歴史をずっと書いていた人が、うん メイ,ンメインになってしまったでその本来メインだったはずの人たちはどこ行っちゃったんだろうっていうのがあるわけ本来メインだったの誰なの思想の科学とか <laughs> 思想の科学とかが <laughs> あ,あの辺になるんじゃないかな <laughs> 要するに大衆,る大衆文化の需要っていうのはそこがどんと落ちちゃったってこと、ねうん、要するにその戦後の大衆文化の需要っていうのはリベラル勢がにになってきたわけだはい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  アプローチとしては思想科学がやっぱりチャンバラとかさ、うん、ああいうものから大衆文学とか海洋劇とか流行歌とかそういうものをやってきたんだけどもリベアルがやっぱり主流から落ちたんだろうねだから岩波だってさ本来はさリベアルの出発だからさでもさ可能性としてはそこで取れなかったものを今拾ったってことじゃないの 江さんがいやさんがねその科学的に抜けてたものをフォローしたってことだと思うんだけどそれはニッチっていうよりもあの…月克上というか3奪だよねどっちかっていうとね勝手に敵が落ちたんだよどっちかっていうとそういう印象に近いところってことは同じことをずっとやってたわけだからそんなに売れないままやってきたわけだから それは正しい感じで,でやっぱりうさんとか黒沢さんのやり方っていうのはすごい実証的なんだよね、そそそそううすべ、ね、て事実を抑えていって、っねうん、そので何がどうだったっていう話をするので、うん、そのやっぱりね、そのリベラル勢がやってきた歌謡曲しとうは、すごいイデオロギー集が強くって、印象批評だったんですよね。 そうですね、うん、印象批評の話もしっかりやらないとね、うん、別にデータを開示して、同じものをみんなで見れるようにするっていう欲望と、そうじゃなくて、私が見たものを私がこう思ってて、それはイデオロギーに直結しながら、それを俺が語るっていうのと結構ね、はっきり分かれてる時代が長い上に今でもそうかもねで東弘樹っていうのがいてさ、あいつがいつ,ごいつだったか忘れたけどさ、批評には根拠がないんですって言ったんだよね。 実はないんですよと皆さん驚くかもしれないけどと批評というものには根拠っていうのはないんですよとじゃあそ<の>何に根拠があるんでしょうか私、私、批評してる私が根拠であって、はい、その客観的な根拠ってないんですよと言ったんだよ、あいつ。うんまあ わかりますよ、言うのもたかるだけど、かかじゃあ野球に根拠はあるのかとか、<で><笑><笑>あなたは何に根拠アニメには根拠があるのかとか、でそのらないその頃にさあの、エビデンス問題っていうのがあってさ、うん、要するに実証性がなくちゃ、あの説得力ないよねみたいなちょその勢力がちょっとあったわけよ、うん、芸の人文系の分野において。 で、コうノってのうのさ、広くくればさ、文化系であり、うん、文化系の礎というのは全部人文社会学なわけだ、うん、で,で人文系っていうのはどうも根拠がなくねみたいな話になってたわけよ、うんうん、でその時にそういうまあエビデンス問題っていうのが発生してきてだ誰もが第三者が こう客観的にね評価できるようなものがないものに対して学問と言っていいよろしいのかみたいな話がちょっとあって、うん、その文脈で東洋樹が批評っていうのは実は根拠ないんですよっていう話をしたわけだからっていう感じですけどね <laughs> えとだからっていうか何を言ってるのかわからないが <laughs> そのえだからそ要するにさあの実証性っていうのは根拠の話じゃないですか。 実証性は実証性で根拠ではないでしょう根拠してバックボーンっていうかさ背景を当たるものだからさいやいやその実証性はそれを使って誰もができるし、うん、データであって、うん、根拠っていうことはそれを、えー、と選んだ自分の話だから要するにデータは揃ってるじゃん、うん、その中から出る結論ってのはバラバラじゃん、うん、だから、うん、例えば史実を抑えてないでさ、うん、この間ほらあのバットビューフだっけ に話したけどさ、うん、あれだってまあ要するに事実を抑えてなきゃだめじゃんって話じゃん。いやなんだけど、うん、それはデータであって、うん、それは自分がこういうことをしゃべってる俺はだこれはつまらないと思うっていうものの根拠ではなくて単純に根拠は俺なんでだけどデータはあるっていうそのデータはみんながアクセスできるようにしてくださいよっていうだけの話で、うん、小林秀夫のモーツァルトは、うん、最初にこの人はその考えたものに対がもともと複製の、うん レコードなのか、一回などっかでぶつかった、頭になったって言ってるわけじゃん、この人は。それが俺らは一緒にならせないわけじゃないですか。ということは、この人の論の展開についていけないわけでしょ、基本的に。なそういうことをちゃや言うのか、それとも同じものを聞いて、これはこうでしょって言って、もう一回点検できる状態にしているのか、どっちなのかっていう話。だからそれは根拠ではなくて、それはデータであって、それは その時に批評は根拠がないんですよっていうのはあと何を言ってるのかほとんどわからないというか、えー、思いますけどね。そう？うん。だって根拠はない根拠がないっていうのをいちいち必要ないでもはんでも要するに判断基準何かって話や。や だからそれは自分が考えるってことじゃん、うん、でそだけどデータは揃ってるっていうことを見せるか、うん、それとも頭の中に俺はなったんでこれを元について考えてますっていうのか全然違う話じゃないん中で混同されてる感じがするそれはうん、ねうん、だから俺はこれを見てここ頭にこれが鳴ったんだって言ったら そうですか、ご愁傷様みたいなさ大変ですね、ちょっとあの病院はあちらですみたいな人もいると思うけどいや俺はならなかった、俺はなったって話になるじゃんそっから先が根拠だからちょっとね、ちょっとね、ちょっとね整理が今、酔っぱりつかないんで次回やろう次回やろうかダメ、飲んじゃうと最近もダメなんだ俺ダメだな、おっさんに何笑ってんだよダメだね いやだから根拠がないんですとか言われた。恥ずかしい話だよ。<laughs> <laughs> お前が振ったんだよ <laughs>。<laughs> いやいやいや話としてはねこれはやばい。まあこうねちょっとまあまあとにかく基本的にはデータを揃えるっていうのは一応ねある程度でそれを見ながら全員が頭だけなったとかならないとか言うっていう。 えー、話をしようっていうことは、ね、<laughs> そのハスさんの話に戻るけどさ、うん、小林資料小林秀夫<も>小林秀夫が <laughs> 小林秀夫の頭の中であったモーツァルトっていうのは何バージョンなあの、うん、レコードを聞いて切ったメロディなのかそれとも譜面で見たメロディなのか問題あると思うんだ,よ、ね、だから <laughs> そういうのを開示するのが、うん、えっと。 大事であって、うん、それはは俺らは実証だと思ってるよ、うん、ででそれと根拠っていうのは違う話であってねうん、うん、でそれを聞いた小林秀夫が俺はこうだったんだっていうことに関しては、うん、すいませんけどちょっとあちら側の方に病院がありますのでっていうような <laughs> 話になるわけじゃないですか。でそれを捉えて言ってるのかえー、っとその、あのー、何が元になってるのかっていうのは。 ちゃんと文章の中で書くか書かないかっていうのは批評の中で大きな問題で、うん、そこを曖昧にしたものは批評には根拠がないんですとかいかにも何か分かってるようなことを言われても何を言ってるんだろうっていうふうになるっていうこれは俺が言ってことだってあの安、うん、本人のべントべント違うと思います今あの言われたことでね <laughs> そんなことを言ってなんか言った気になってたりとか、うん、実証がどうのこうのっていうことは俺は全く意味がわからないと小林秀んおさんまあ、うん、一番有名な話でさあの批評とは筆記を己の夢を会議的に語ることであるっていう。うん あれはかなりやっぱりあのー、小林の小評感をさ言い尽くしてるんだよねだから霊界通信で霊界通信なんだからその時に元ネタおよびそのは何でもいいんです、うん、さっき言ったけどイデアが大事なんであって何だってそうなんですっていうような風に書くっていう能力を身につけた人であって。 いやいやいや俺も同じラーメン食いたいっすよっつって俺,いやいや俺も同じ店行きたいんですけどって言ってもまあでも君が,た君が食べても分からないと思うけどねみたいな感じになるわけでしょつうかこの世にないからこの世にいやでも俺が食べたのは違うラーメンだからねみたいなあの時のなんとかのラーメンだからっていうことが小林宏がずっとやってきてそれにみんなものすごい興奮したわけでいや俺も食べたいわみたいな感じで俺が道頓堀歩いてた時にラーメンの味がよっがえったんだー だけどそのラーメン味が蘇がなかったからだけどねっていう話をずっとしてるっていうそのラーメンは要するにこの世にないわけだよねないの本当に食べたわけでもないっていうようなことをもっともらしく語るっていうそ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 うただそれができるのはやっぱり才能ではあると思うんだよで今の人はそれをそれをやってほしいねできる人がいたらすごいと思うけど俺が思うクラプトは違うとかいうようなあのビーズがさ何かのフェスに出てきた時にさ 出た瞬間にさ、俺のロックと違うっつってさ、小学期なんか巻き散らしてさ、フェス中止させたけど、いいんだよね。あ、本当うん、怖いし、ヒデオだね。俺のロックと違うって、ひで。オ、フェス中止だフェス中止さすごいっすね、男だね。あの病院ですね。 そ,その時彼の頭の中には <laughs> 何か全然違う,こうロックのイデアが鳴ったんだねだから本当モーツァルトが鳴ってたわけじゃんう道頓堀でガーン来たみたいなやつが鳴っててそれでずっと行ってバーって見たら違うっていうダセーしねみたいな俺じゃノックと違うって38歳ぐらいんだったけど俺とビーズと違う, <laughs> そうですビーズビーズ問題もあるんだよね <laughs> その問題は <laughs> その問題はあとでいいんじゃないですか その問題はまあ耐震構造問題とかその後り震災問題とかなというぐらいでまあという感じで結構もういい9時かなっちゃったんで一応ね真面目にやりたいんですけどね歴史的な話を抑えて現在も見て今みたいな話をするっていうイベントにしたいんですけどスポンサースポンサーというかですね書籍化を前提にね 進めるとね、なんとかなるかなっていう感じなんですが、これね、いさず五千円するんですよ。かね、本が重いんだよね、<laughs> これがね。高いんだよ本しかも。なんかこうキャンキャンみたいなさ、うん、なんか、うん、あの赤字雑誌みたいなさ、赤字ってあの女性のね、そのグラビアの超重いんだよね。うん、こういうので書店員が腰を言わすっていうさ、これ<笑><笑>新幹線で。しかも最近熱い本が多いよね。多いね。これだよこれ。 ちょっとやばいよこれでも小林秀夫問題はちょっとね酔っ払ってからな <laughs> 投げないようにそういうのチャンス踏みとどまるこのさ音楽の科学ってさ <laughs> フィリップ・ボールっていうさ小林秀夫って名前がいいよねいやいや売れそうじゃんこの人この名前って <laughs> <laughs> そう <laughs>、うん 大谷よし賞はどうなんだろう、ちょっと開きすぎじゃない大谷隠すの特注でキュッと知ってほしいな、どっかでね。生命反応でさ、ちょっと売れる名前をっていう、そうね、俺、ラノベ書くときに全部ひらがなで、谷よしおおって名前にしようと思ったんだよね。書くことしたの書くんですけど、書くの書く、書く。おおを後ろにすると、おが3つ続くってことが分かって。 名前が同じままは、えー、とそういう名前でひらがなで書こうと思ってで,でもさ名前がさあ行じゃんああいうえおでああいうえでね並びが早いからいいよね栗原雄一郎っていいよね遅いじゃんだけどんか,なんかこう5文字の字っていいですよね5文字がいいの <laughs> <laughs> どうでもいいよ終わったからやりましょう とというこで、もよかったい。一応今日はプレゼン会ということでじゃあね、本当にね小林秀夫とかいろんな批評家をきちんと分析するやつもやります。川上哲太郎もさ全然さ最近もう読まれてないからさえっと、その初期、1915年から始めてまず1回目はあれだね、45年ぐらいまでちゃんとやりましょう。戦前 堀内慶三の罪もちゃんと検証しましょうか。大正時代にねダンスとえー、っとね音楽っていうのがあって、ったかったそれをね全部欲しいんだけど売ってないんだよね。あれは国会としか以外とない。国会と,としかね前半がないんですよ。ないんだ。な,ないないないんですよね。結構ね一筋にいろいろあるらしいんだよね,だよね戦前の物がね。 この人そう人と同じなんでそういうのとね我々別に研究者じゃなくてあの大学図書館で使えないんですよ。図書館に入れないでワセだパンピーは使えないんで。早稲田はねあの壺井書用のさあそこのみなんだっけあの園芸博物館だっけ。あそこはね一般人を使える。あそうそう。大学使うそうワンショットで使うの。じゃあ国会図書館ででコピーもちょっと不自由なのでねなかなか昔の文献があの集めにくいっていうのがあってね。 まあそういうい批評家列伝、うん、批評家批評をね、ちょっとね。嫌われる仕事やっていきましょう。嫌われたいよ。い <laughs> い <laughs> いやいやいや俺も嫌われてからさ。何？きなり酔っ払ってんの、うん、<laughs> もう今、口のモード。りりね、<laughs> ありがとうございました。

えと相田明さん、今日もね、いっぱい相田さんのやつを持ってきたんですけどね、これにもちろんこの人なんですけど、こ,の、ね、これがねこう、日本リアルジャズ集団ですよ、うん、運動機関誌を出してた人ですよ、映せばいいじゃん、いやいやいや、あそれが、えー、と今回、えーと、相田明著作集が出てるらしくて、月曜者から、なんとも恐ろしいものがたくさん出てて、そうであいいですね、そういう感じね床に落ちてる感じ、ズームイン。 ズームイン、ズームアウト、こういう感じで <laughs>、えー。で、相田明特集を 7days でやると、えー、なんと説明していいんだろうか、左翼の集まりです <laughs> あのえ、そこら辺に興味がある人は、無茶だよね、えー、そうか <laughs> え、反原発、<laughs> <laughs> <laughs> うわー、俺は今、菅さんに殺される。<laughs> 菅さん、愛してますいやいやなんかとにかく自覚的なそういうものに興味がある方は70年代後半にこういう人がいたということだよねいやでも俺評価してんだよ本当は実はあれさええええってさ映画あったじゃない青山新司のあれは出てないの出てない俺あれレビューは書いた見たの全部見たんだよあれを何時間なの ?9 時ぐらい ?7 時間な新幹線で広島に行く前後で見ましたすごいね昭和にダメだよね ショアなナチスショアだめだよねあれショアですねショア九時間じゃんショア九時間いやいやすごいまあ今必要かもよアイダアキラ今見とくといいよちょいだねよ AKB と a a すいませんな混ぜてみるといいんじゃないですかね俺ねでもね A A A アイダアキラアイダアキラ ね、そさ大谷さんがーア明ラ評価するってどういう意味で評価するのおーっとね,うっとね要するに、ね、フリーインプロビゼーションって真面目に話しますとっていうものに対して正確な評価を日本で一番最初にやったのはア,イダーアキ明なんですよ。フリージャズに対しての思いが空回りしすぎてて自分が思ってますそれもあい小林裕じゃないですけどフリージャズっていうのはジャズなわけ黒人音楽なんだよね。 で間は黒人音楽に対してセンスが一切ないの、うんうん、なんでなんだかヨーロッパから来たフリーインプロビゼーション的なもののサウンドに関しての適応力ってすごかったのものすごい正確に捉えてるなんだけどその後すぐ死んじゃうから <laughs> えっと そこがが評価がね,あのね、デリック・ベイリーと会って喋って僕はランチに出かける以降ていうのがあれば評価はぶん変わったと思うんだけどシカゴ派とかね、アンソニー・ブラックソン氏に書いてる文章がのり込みすぎてて文章、音楽と全然関係ないことを書いてるんですよ。それは自分が思っているものと違う音楽について書いてるからで。えー、っとそこに関しては、 あのー、と思ってるっていう話を今初めて俺は人前で知ってますよこんな話しても誰も聞いてくれないからね <laughs> そ,れそれでいうとさこれでさ、うん、話したけどさ、うん、中上健治のジャズ授業っていうのは結構問題大きいかなと俺は文学者のて、うん、典型的なジャズ授業です、ねうん、いやねだから相田明はのデリック・ベイリスの授業およびそこから先のフリーインプロビゼーションに関する見通しっていうのはものすごく正確で。 ところがそこから先が切れちゃってるからえちょいと惜しいなっていうあのね文体があからさまにねここから変わってるんですよ。それに関して今言う必要はほとんどないなっていう感じだけど長くなるから,長く,るから長くなるからね <laughs> こういう話もうだから俺ちゃんと読んでますよ相田明はって思言いますけどね。っていう話も。 するということで <laughs> <laughs> ありがとうございましたありがとうございました